like how you. お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。どうもこんばんは、お天気のりです。さあ、お天気のりのレコメン月曜日ですが、今夜はですね、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルということで、なんと10時台からこの方たちと一緒にお送りします。それでは自己紹介どうぞ。こんばんは、欅坂46の菅井優香です。欅坂46の田村ほのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでございましてね、はい、まあ、ゆかのすけさんはね、はい、まあ、毎週月曜日出てると言ってもですね、はい、このご時世だったので、ずっとそうです、電話出演でしたけど、今日はスタジオからということで、よろしくお願いします。嬉しいです。ねえ、うん、覚えてます、スタッフだったか僕のこと。もちろん覚えてますよ。覚えてます。ちゃんとドアが開けられてたりとか、ね、そのブースの、あと目の前に透明のパネルがあって、ね、ちょっとアクリル板っていうやつね。これもあってね、ちょっと島日には菅井さん、ね、あれイヤホンも変わりましたね。なんて変わっちゃいませんよ、そんな。ちゃんと言わないでください。ちょっとなんか、ねね、変わった気がしちゃった、ね、若干自信のないスタッフさんにはどうもみたいなね、そのあれ、これいつもいる方でしたけど、ね、そんなことない。ちゃんと覚えてますか。よろしくお願いします。さあ、そして今日はですね、田村ほのちゃんも一緒です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。レコメンには半年ぶり12月9日に出演した以来っていう、もう本当に半年経ってるっていうこともびっくりだね。びっくりです。でも嬉しいです。2度目嬉しい。本当に、はい、本当に嬉しいです。心の底空いてる。心の底から。そうですか、はい、しかも今日は10時台から登場ということで、よろしくお願いします。もう今日も伊右衛門さんプレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルですからね、うん、3時間お二人にお付き合いいただきますよ。嬉しいです。ありがとうございます。さあ、ということでございましてね、まあ今日はですね、もうこちら欅坂の天然コンビでお届けするってことで。いや天然コンビもないけど、天然って言われるとね、大体天然の人はね、いやってまさに言うんですけどもね。まあ、せっかくですから自粛中とかね、ほのちゃんとか何されてました？ずっと私は結構もう本読んだり映画見たり、うん、ライブ見たり、なんかそういう感じで過ごしてましたね。本は何、なんか小説とか読むの？小説読んでます。またちょっと今ここでちょっと私すごいでしょ感を出そうとして、本当読んでたの？結構読んでて、うん、お休みの日も時間があれば図書館とか。すごいね。ちなみになんかおすすめの本とか面白かった本とか覚えてます？あ、なんだろう、でも今読んでるのは遠藤周作さんの作品を読んでます。そうは、面白いんだ、はい、面白いです。なんかちょっと難しいんですけど、ちゃんとちょっとわからないところ調べながら読む。うわ、偉いね。僕も一回そういう読み方したら全然進まないのね。わからないものが多すぎて。はい、わかります、ね。せっかく読んだと思ったらまた同じとこ読んじゃったりするんで。小説苦手ですけど、そうですか。はい、ゆかのすけさんはお家ではどんな過ごし方してたの？でもいろいろ本当に運動もするし、その家での筋トレグッズとかもすごく集めちゃって、腹筋パッド。床に敷いてその上で負荷をかけるように、そうなんだ。ダンベルも1キロと2キロ2つ買って家でやったりとか、うん、おうちジムみたいなことしてます。すごいね。いや、レコメンではいつもね、三日坊主でね、はい、諦めるゆかのすけさんですけど、続いてるの筋トレ。筋トレはずっとしてますもん。そっか、まさに今すぐ飽きてさ、そのダンベルとかもらいたかったぐらいだわ。飽きないです。飽きない。みたいになってないんです、ね。ほのちゃんは筋トレとかしてなかったの？筋トレは結構するんですけど。あ、するんだ。もともと、バレーボールやってたので、うん、筋トレよりなんかダンスとか、ちょっと、ある有酸素運動系の方が、うん、楽しい。楽しくて。お家でやってたので、そうやって。あ、お家でします。家の中でバレエ。あ、家の中で、ダンスとか、うん、そういう有酸素運動をします。あ、でもすごい、家の中でできるんだね。あ、できますね。まあ、俺もまあ、その、顔洗うぐらいはやってたけどね、家の中ではその。運動って言わないの？言わないの？歯磨いたりとか。あれ、有酸素じゃないの？日常生活です、それ。靴下履くのは？あれ、有酸素運動に入る？入んないです。入んない。やっぱストイックだから、二人は。そうなんだね。それは有酸素なんない。どっから有酸素なの、じゃあ。あ、でも、息が上がる。上がるよ、あれ、くしゃっと。心拍数が上がる。それは心配になりますね。あのね、最近はね、脱ぐ方も大変になってきたけどね。あ、そうなんだね。心拍数上げなきゃいけないんだね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。さあ、そんな感じでね、今日はもう3時間、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、タイトルコールからいきましょう。
お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃のレコメン。さあ、それではですね、早速今夜の企画を発表いたしましょう。こちらです。緑に染まる、欅に染まる、あなたの欅坂愛大募集。というわけでございまして、先ほどもお伝えいたしましたが、今夜はですね、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルと題しまして、欅坂46の菅井さんと田村ほねちゃんと一緒にお送りしてまいりたいと思います。さあ、まあね、もう緑といえば欅坂46のイメージカラーでもあるということでね、レコメンリスナーからは、欅坂愛が深まるメールを大募集したいと思います。あなたの欅坂愛を教えてください。こちら例えばがあります。菅井さんとほのさんのためなら私火の中の栗も拾えますねえ。熱々全然楽勝でスキップでいっちゃう。俺だってスキップでいっちゃいますよ。優勝なんてもう一個取っちゃおうなんていう感じでね、そのぐらい皆さん愛があります。そして、欅好きなら知って当然、菅井さんはゲストで後輩が来ると先輩風を吹かしがちっていう、今日も吹かされました。うーん、まだうーん、これからかな。これからなんだ。覚えないですよ。先輩風に吹かれてもっていうね、あの名曲がありますけど。ありがとうございます。先輩風に吹かれてもって。無理やり。いや、あの、これは花粉って言ってね、あの、ミキサーさんがやってくれるから大丈夫よなんて言われなかった、この。言われない。あ、でも、あの、やっぱり引っ張っていってくださいます、菅井さんは。そうだね。やっぱ引っ張っていくのはもう菅井さんの生きがいですもんね、言ってみれば、ね、いや、そんなかっこいい。行ったことないですね。行ったことないですか。はい、そして、欅坂愛をポエムにしたためました、うん、聞いてくださいなんていうリスナーもいるかもしれませんね。まあ、聞く聞かないは置いといてね。とりあえず熱い気持ち。聞きましょうよ。いや、結構、ポエムはほら、自分で楽しんでもらいたいじゃない。こっちまで巻き込まれるとその感想を言わなきゃいけないんだよ。そのおーっていうね、まあ、もしかしてね、自信があれば、ポエムもしたためて送ってください、はい、あ、二人もどうですか、欅坂愛ありますか。ああ、ありますよ。ねえ、びっくりじゃないって言ったらびっくりしましたなかったびっくりですよ。菅井さんの欅坂愛、あ、私これ欅坂愛だなと思う愛ってなんですか。あの、普段とかのレッスン着は必ず欅 T シャツですし、うん、あと、あのグッズも全部買ってますし、もう普通だって出演者だったらね、出演者っていうかね、もう本人だったらもらってもいいのにわざわざ買うっていう。もらえるのもあるんですけど、うん、もらえなかったのは絶対買ったりもしますし、うん、目覚ましも欅の音楽、すごいね。はい、いっぱいありますよ。あ、これはとんでもない。すごいですね。我こそはもう今日は菅井さんを超えていってほしいですね、リスナーの皆さんにはね。お願いしますよ。さあ、ほのちゃんはこれ私欅坂愛だなと思うのは、なんだろう、でももう入る前からずっと好きなので、うん、なんか未だにやっぱり、うん、なんだろう、先輩大好きすぎてちょっと緊張しちゃう時とか、うん、そうなんだ、こんなに好きなんだなって思います。でもすごいよね、入る前から好きって言って、うん、で入れたっていう、なんかその夢を叶えてるのってすごい話だけどね。なんかもう、なんなんだ人生って感じですね。出ました、今日の名言。なんなんだ人生。なんなんだ人生でポエム作ってみた後で。もうやめときましょうか。いや、でもなんなんだ人生だよね。ありがとう。いや、すごい、本人たちの愛を聞くといいですね。リスナーもこう熱が出てきましたね。いいですね、行きましょうよ。さあ、そしてですね、今夜はですね、まあ、メールももちろん募集いたしますが、はい、ツイッターを使った企画もお届けしております。はい、欅坂のグッズをはじめ、身の回りにある緑色のグッズの写真や番組の感想をハッシュタグカタカナで、うん、レコメンとハッシュタグアイドルもお茶も緑をつけて投稿してくれたリスナーの中から抽選で、田村ほのちゃん、そして私菅井優香、それぞれのサイン入りオリジナルイエモンボトルを各1名様ずつにプレゼントします。はい、このね、入れ物すごい可愛いんですよ。このオリジナルボトルが本当に可愛いし、あの、それぞれの作ってくださって、うん、あの、ちゃんと田村ほのっていう漢字が書いてあったり、ほのえもんって書いてあったり、ね、私の方も床のすけって書いてあったり。マジで、すごいんですよ。可愛い、嬉しい。森太郎が見つからないけど、まあいいか、それはね。いや、いいですよ、それはもう自分で作りますよ。すごくない？100万馬力で頑張りき。そうなんです、しかも漢字でティアキって書いてあって、そうそう、デザイン通り。え、マジで、
ゃくちゃ短いです。スペシャルでしょ、ここにしかない。アイドルのちゃん緑この絵もんってすごいね。裏にまで気をつけて46ちょっと待ってください。まさかそれが今日当たるってわけじゃないでしょ。が当たっちゃいます、うん、当たる、ありがとうございますね。嬉しい、すごい。先ほど伊沢さんが言いましたけども、はい、こちらねオリジナルイエモンボトルを各1名様にプレゼントってことで、皆さんぜひ、はい、ぜひとも、うん、リツイートね、ツイートお願いしますよ、はい、ハッシュタグレコメント、ハッシュタグアイドルもお茶も緑をつけて投稿してください。そしてさらに、はい、さらにレコメン公式アカウントが放送前にツイートしたお知らせを今すぐチェックしてリツイートしてください、はい、500リツイート達成でお天気のりさんの面白ショットを番組公式ツイッターにアップ。ちょっと待ってくださいよ、このほらもう小鳥のさえずりも聞こえてきましてのりの面白ツイートがなんと500リツイートでいくってわけですよ皆さん。先ほど撮りましたけどね、はい、ちょっとそれから撮りました、まあ、その笑ってはなかったあの現場にいると笑えないんだよね。写真で見ると面白いやつですから、はい、ぜひとも、ね、500リツイート楽しみにしていてください。はい、そして700リツイート達成で、うん、瀬貝さんと私田村穂のそれぞれのサインが入ったオリジナルイエモンボトルのプレゼント、当選者数がそれぞれ1名ずつから3名ずつに増えます。出ました、小鳥も喜んでいる。ごめんなさい、そのこの時点ですでにもう700リツイート達成、すごい早すごい早い、嬉しい、チュンチュン言ってますよ。じゃあこれは OK です皆さん、お素晴らしい、すごい、ありがとうございます。ねえ、じゃあもっと上目指そうかね。じゃあもうもっとあ、まだ上いきますよ、うん、そしてあれもう全部言いました、あ、言いました、言いました。じゃあ私がですね1000リツイートを達成したらなんと、うん、サイン入りオリジナルイエモンボトルに加え、うん、サイン入りポラロイドもセットにしてプレゼント。これはまだ言ってないでしょ。よかった。でこの時点でもう達成されたらちょっともうえっていう。よかったね。さっき写真撮りましたからね。あ、はい、もう早速撮ってくれたんですね。サイン入りポラロイドです。嬉しいですね。これ自慢できるなんてもんじゃないし、これはもうある意味もうこれあれあれですよね。もうこの欅坂愛。これもある意味これも公式でもらったみたいなもんでございますからね、うんうん、ぜひとも頑張ってください。ぜひお願いします。お願いします。じゃあ1001リツイート言ったらノリのさらに面白い。1001 面白い写真ですね。もっと出る大きく。1002どうする？1002だるさですね。じゃあ1200。1200リツイート言ったらノリのもう渾身の面白いやつね。あの意図としてあの1199で止めるのやめてね、見たくないですそれ器用だな2000でのりさんのぶりっ子写真、うん、あぶりっ子ね、じゃあぶりっ子写真ありがとうございます1億で菅井さん行く、1億って無理だろ、1億はダメだろ。さあ、今夜限りの企画でございますので、ぜひふるってご参加ください。目指せトレンド入り、もうそうか、目指せトレンド入りの方もね、よろしくお願いします、うんうん、ハッシュタグレコメント、ハッシュタグアイドルもお茶も緑をつけてよろしくお願いいたします。お願いします。そして、こちらのコーナーもこちらのコーナーでも欅坂愛を感じてください。さあ10時台のレギュラーコーナー発見意識高い系では、緑で発見意識高い系と題しまして、意識高い系な、こちらですね欅坂ファンの行動をお待ちしております。例えば、カラオケで歳魔女を英語の歌詞にして歌う、四郎男子ですね。びっくりだな、それ聞いてみたい。いけるのかなこのために今俺浪人頑張ってるってことがあるかもしれませんからね、皆さんの意識高い系なね、こちら欅ファンの、ご行動をお待ちしております。たくさんのメールお待ちしております。そして11時台後半には実力レコメンリスナー事件簿をお届けいたします。こちらリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中です。こちら欅坂46のね、ゆかのすけさんと今日は、はい、田村ほのちゃん、ほのえもんとね、ほのえもんも一緒に、お送りしていきます。ネタが採用されましたら実際に読売中高生新聞で働く記者の方の電話取材を受けた後、うん、本誌に掲載されるかもしれません、うん、そして紹介した事件を送ってくれたリスナーにはオリジナル手帳をプレゼントいたします。その他どんなことでも気軽にメールを送っちゃってください。もうこちら欅坂の2人やね、私への質問相談ツッコミ、まあせっかくだからねお二人に聞きたいこともいっぱいあるしね、
やっぱ生放送でやってますからね、はい、ぜひ何でも聞いてください。何でも聞きたいと思いますね。すべての宛先はこちらまで。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net、 レコアットマーク JOQR.net、 メールを紹介させていただいた方、皆さんにレコメン特製クリアファイルをプレゼントいたします。そしてレコメンファミリーの番組、セクシーゾーンの QR ゾーン、熊田凛香ちゃん、リンクマメガヘルツ、キンキッズ、どんなもんやも絶好調でお送りいたします。さらに深夜1時からはですね、レコメン一人組手にはお笑い芸人のスギちゃんね、ワイルドだろうが登場してくれますんで、すごい、あ、これもしかしてね、あれですね、欅坂の2人にもスギちゃんっぽい喋り方してくださいみたいなメールがもし来た場合よ、来なきゃいいんだから、来ちゃった場合はね、もし鳥じゃないね、やめてくださいよ、だって何でも構いませんよって言っちゃったもんだからね、スギさんがね、来なきゃいいじゃない、来なければやらないで済むんだから、ぜひとも皆さんくれぐれもね、そんなやつは送らないでください、よろしくお願いしますね。先ほどお伝えしたツイッターのほかね、レコメのホームページ、公式 LINE なんかもありますんで、ぜひね、チェックの方お願いいたします。さあ、それじゃあですね、ラスト2時までよろしくお願いします。それではここで1曲、それじゃあ曲紹介の方お願いします。欅坂46でサイレントマジョリティ。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃が生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。染まれ染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まれ染まっちゃえ。レコメンニュースネットワーク。ちょっと今の超可愛くないですか。いやいや、3人とも可愛いって奇跡ですよね。いや、2人が可愛いが分かるんだけど、俺まで可愛かったね。イエモンのおかげだ。ね、誰が一番？染まれ染まれ染まっちゃえってほのちゃん変えてきたらちょっとね。ちょっと3人で、3人でやろうと思ったのに急に1人だけ染まっちゃえって、さらにまあ3人目だからね、そして変えなきゃいけないって仕上がってますよね。気持ち一光さんっぽいけどね、染まれ気持ち一光さんっぽいとこありましたけども。さあ、ここからはですね、明日お友達に話したくなるかもしれないニュースを皆さんにご紹介してまいりましょう。では本日のニュース、郡司セリカちゃんお願いします。さあ、こちらニュースの方行かないかな、行けないかな、行っちゃって行っちゃって、行った。さあ、2つニュースを紹介しましたが、すごくない、緑、緑やるじゃん。やりますね。ねえ、まずはファッション用語だったっていう説があるんだってよ。知らなかったです。ねえ、着ている服からも自然のエネルギーを身にまといたいっていう、ねえ、僕たちのその諸先輩方がそう思ったんだね。だから自然と緑の服を着ている時なんてのはやっぱり落ち着きたいとか、そういうなんかあるんだろうね。言われてみれば、僕もね、初めて買ったトレーナーがね、はい、チャンピオンのトレーナーが緑色だったの、今思い出したの。緑色の服買った、あ、チャンピオンのトレーナー買ったなっていうね、今思い出しちゃった。そして、落ち着きたい時は緑が一番ですって。いいですね。しましたね。お家に観葉植物とか置いてると、すごい、落ち着きますもんね。ああ、確かにね。ごめんね、お家に観葉植物置いてないから、ごめんね、その話についていけなくて。ポロちゃん置いてる？お家に観葉植物。憧れはすごいあるんですけど。憧れは、俺もあるよ、憧れはね。そうだよね。はい。なかなか一歩出ないですね。ねえ、すごい。さんちは観葉植物っていうか、もうなんか、すごい木が生えてる。木生えてない。お家の中に。生えてないです。生えてないです。全然。名前がついてる、すごい木が。すごいね。あとなんかお財布とかも緑がいいって言いますね。お財布？なんか緑にすると、なんか真面目になれるから、その、浪費を抑えられるみたいな、その、衝動がいい。でなんか聞いたことあって、緑です、ずっと買いましたね。だって試験会場とか黒板とか、まあその学校の時でもね、緑って黒板があっていいもんね。目には優しいと言うじゃない、なんか目が悪くなってると緑見なさいとかっていうね。確かに緑やばいじゃない。緑やばいね。え、今日もね、みんなおのずと緑のものをね、身につけて放送してる。おのずとってちゃんと緑の服着てきました。びっくりしてね。ほのちゃんは緑のスカート。はい、ね、スカート。菅井さんが緑、上下緑できましたよ、気合いで。すごい。のりも大好きな欅のね、あのタオルを。タオル、ありがとうございます。かけてるっていう。いや、これ偶然だから、別にありがとうっていう。ねえ、そういった感じで。怪しいけど。ね、緑ってのはすげえなってわけでございますね。ぜひと皆さん、自然のエネルギーをもらいたいときは、緑をね、身につけてみたらいかがでしょうか。以上、レコメンニュースネットワークのコーナーでした。
お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル、緑で発見意識高い系。さあ来ました、皆さんの周りの揃ったね、すごいよね、分かりやすかったです。いきなりディレクターにさ3人で言うなんて言うから3人で言うなんて言うわけないじゃない、もう言われたからやるしかないからね、急にみんなで緑はっけーなんてふわふわした感じで、力強さこそなかったけど揃いました。さあ、こちらですね、皆さんの周りで意識高い系な人々の行動を送ってもらうコーナー。さあ今夜もですね、番組がリスペクトするサカナクションさんの曲とともにお送りしてまいりたいと思います。さあ今夜はですね、緑に染まれスペシャルということで、意識高い系な欅坂ファンの行動を送ってもらってるんですが、でまず意識が高いっていうのはどういうことなのか、サカナクション山口さんの名言をご紹介いたします。こちら、音の数が少ない音楽ほど色が濃い。さあ菅井さん、そういうことですよね。アカペラの方が濃いってことですか、うん、いや、あ、そういうことなのかね。濃い、何でもかんでもたくさん使ってるよりも、なんか言葉が入ってくるっていう感じなのかね。色が濃い、ほのちゃんどうですか、全くこっち振るなよ的な感じの空気を。いやなんかでもあれですかね、なんかいろんな楽器を、めっちゃ個人のあれなんですけど、めっちゃ使うのもすごいかっこいいけど、なんか少なければ少ないほどその楽器の良さというか、楽器もそうだし声もそうだし、が入ると思うんですよ結構。確かに言われてみると、あの森山直太朗さんのさ、桜なんて歌もなんかね、独奏みたいな感じのやつもね入ってくるもんね。さあ、という今の、こちらですね、お言葉をいただいて、私が一方、意識高い系の名言、紹介します。こちら、お腹の音が鳴ってない方がよく食べる。あの分かる、あ、これまだ分かんない。お腹の音が鳴っている方がお腹空いてると思いがちだけど、お腹の音が鳴ってなくたってすげえ食うぞっていう、そういうことなんですよ。音が鳴ってるから腸減ってるってわけじゃないんですよね。だから市川さんがよくね、あの放送中にお腹をグーグー鳴らすんですけど、でもね、グーグー鳴らしてるけど、鳴ってない俺だって超腹減ってるぞっていうことを言いたかったんでしょうね。深いのかこれは。深いですよ。ちなみにほのちゃんお腹鳴ったりします？お腹鳴ります、もちろん。その時と、あのお腹減ってる時、どっちがお腹減ってる？いやでもお腹鳴る時の方が減ってます。ごめんね、今日ちょっと考えるのに時間がなかったからさ。いやもうこれでなんて。すいません。さあ、じゃあリスナーが送ってくれた緑で発見意識高い系の方を紹介しましょう。こちら、東京都ラジオネーム代々16歳からいただきました。意識高い系、簡単な漢字は書けないのに欅は書けるやつ。どうした、すごいね、嬉しい。でも絶対欅坂の存在がなかったら多分これ書けない人が多かったと思うんです。今もあ、いや、もう書けます。今も書けなかったらびっくりだよね。問題ですよ。ほんじゃ怪しいな。書ける？書けますよ。じゃあよかったな。もちろんね。書けないって番組もありますからね。そうですね。書けないって番組あるからね。書けないって番組ありますから、皆さんチェックしてください。お願いします。埼玉県ラジオネーム、けなげないなげからいただきました。意識高い系。欅の木を見つけると抱きつくファン。どうしたおね、えもう並んでたらもう学校遅刻だよね。あっ、あっつって。ねえ。確かに。ねえ、まあ、木からすればいい迷惑かもしれないけど、やっぱりね、もうね、嬉しいですよね。それだけ大好きだってことだよね。やっぱり自分たちもそうじゃないですか。あ、欅の木だみたいな。この間抱きつきました。本人が？はい。あの、撮影で、あの、この間 YouTube の配信があったんですけど、その時に、あの、欅の木のところに連れてっていただいて、それで、あ、これが本物かって思って、パワーを分けてもらおうって思って。あ、すごいね。なんか聞こえるかなって思って耳つけたけど、何も聞こえなかった。そこまでやってたの？スタッフさん止めなかった。まあ、菅井さんそろそろって。ちょっと笑ってます。ちょっとすいません、菅井さん。やりすぎですっていうね。福島県ラジオネーム5番目の俺からいただきました。意識高い系。ありがとうございます。とりあえず、なんかあった時は、マジアンビバレントだわっていう人。どうしたこれはどうですか、マジアンビバレントじゃねっていうね。迷った時とかですよね、その。
どっちにするか、うん、どっちもいいからな、うん、アンビルバレントだみたいな言うんだ言うんだって、いやいや言ったことないですよ私もし言うんだとしたらそこかなと思った、はい、ほのちゃんどの時にアンビバレントじゃねえを使うの？でも私結構、うん、なんだろう、思うアンビバレントだなって思うことあります。でも口に出さない。あ、でもブログとかに結構書くんだ。はい、アンビバレントだな、うん、この気持ちみたいな、うん、でもこの曲があってから初めて知って、なんかいっぱい使っちゃってます。僕はね、いつもレコメンでアンビバレントが流れるときに、菅井さんが曲紹介する前に、はい、あれこれアンビバレントじゃねっつって。先に言うの、アンビバレントじゃねっていう。そういうときに一番アンビバレントじゃねえ扱ってますけどもね。ノリさんだけ。さあ、続いていきましょう。兵庫県ラジオネーム、検討士18歳からいただきました、意識高い系。めんどくさい仕事を頼まれたとき、僕は嫌だと言って断る欅坂ファン。どうしたらどうですか？それ結構大丈夫ですか？上司の方とかに上司の方とかに僕は嫌だって言ってたらしたら、うん、ちょっと気をつけてくださいよって、だから上司の人ももちろん知ってるんだったらお前は本当になんていいけど、はい、全く欅を知らなかったらおいなんだお前はなりますよね。でもこれはやっぱり頭に浮かぶよね。浮かっちゃいますね。嫌だなった時に、あ、僕やだって言いてとかさ、言っちゃおうかなっていう。結構思っちゃいますね。あともう浮かんじゃったからノリで言っちゃう時あるよね。僕は嫌だって激しめにとかね。これは非常に皆さん、僕でも分かるぐらいのね、やつ送ってくれてます。ありがとうございます。さあ、というわけでございまして、引き続きですね、このコーナー、あなたの周りの意識高い系な人々の報告をお待ちしております。受付メールアドレスは、レコアットマーク JOQR.net、レコアットマーク JOQR.net、件名のところに意識高い系と書いてお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。欅坂46の菅井優香です。突然ですが、問題です。じゃじゃん。リニューアルした家紋は、どこが変わったでしょうか？チクタクチクタクチクタク、ポーン！答え、みのり！やっぱりアイドルも緑茶も緑が一番。入れたての緑へ、家紋。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、家紋プレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、家紋プレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。さあ、文化放送からお送りしてます、イエモンプレゼンツ、レコメン緑に染まるスペシャルでございますけどもね、はいはい、あの、ツイッターのね、はい、リツイートの方がもう今、うん、1600っていう、だからあの、ノリの信じられないぐらい面白い、面白い写真を、あっという間にもう確定ですよ。やったねえ、びっくりしますね。まあ、ブリッコの超可愛い、秘蔵のブリッコの可愛いやつですよね。心込めてお願いします。それで行くしかないですよね、はい、あれあれあれ、これもしかして、アンビバレントじゃね、これアンビバレントじゃね、これアンビバレントじゃね、振りが待ってるんです。これアンビバレントじゃね、違うくないけど、これ日高46ってアンビバレント、アンビバレントじゃね。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。アンビバレントだったんじゃね。さてか、そうでしたよ。だって食事そうって言ってるのに。さあ、文化放送から生放送でお届けしておりますお天気のレコメンですが、じゃあここでですね、4月にリニューアルしたサントリー緑茶イエモンをご紹介します。2004年の発売以来、幅広いお客様から高い評価をいただいているサントリー緑茶イエモンですが、お客様に入れたてのような緑茶が楽しめるペットボトル緑茶を目指して大幅にリニューアルをしました。さて、新しくなったイエモンはどこが変わったでしょうか。さあ、皆さん考えてください。じゃあ、菅井さん。はい。せっかくなんで、あの、CM でおなじみのね。はい。あの、考えてるあの、チクタク、チクタクをいただいてもいいですか。チクタク、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 ポーン。まだ続けてください。ほのちゃん、ほのちゃんも一緒にお願いしますね。はい、チクタクどうぞ。チクタク、チクタク、チクタク、ポーン。ありがとうございます。さあ、正解はですね、緑です。食べましたね。す
緑でございます。そうでございます。皆さんご存知でしたね。はい、緑茶はですね、入れたてから時間が経ってしまうと、この、茶色っぽくなってしまうんですが、新しくなったですね、伊右衛門はサントリー独自の技術で、こちらですね、緑茶本来の鮮やかな緑の水色を実現しているんです。緑の水色って綺麗でしょう。本当に綺麗です。緑の水の色って書くんですよ。これすごいですよね。綺麗な緑ですね。そうなんだね。すごく見てて、だから穏やかな気分になるよね。せっかくだからちょっと飲んでみましょうかね。あ、いいんですか、うん、あ、せっかくだから、今何リツイート行きました？ 100? あ、1000、1000、1600行ってるから、じゃあもう、ごくごくプハーをね、もう、いっぱいくれてありがとうのプハーをあげましょうかね。じゃあ、菅井さんから飲んでみてください。はい、いただきます。はい。ごく。ありがとうございます。いい合ってるのかよ。思わずプハ出ちゃいますよ。心から出ちゃいましたね。なんすかほのちゃん、あたいだって負けられないわよっていう、はい、やっぱり、はい、でもはいなんだ、はい、じゃあもう、はい、ほのちゃんも行っちゃおうかね。1600リツイートありがとうと、はい、いうことでね。じゃあいただきます。上手にプハできるのかな。ごくありがとうございます。いいね。え、ノリは、うん、ノリはいらない。わかりました。失礼。ノリはいらないそうでございますね。ありがとうございます。入れたてのような、緑の伊右衛門、ぜひ、目でもお楽しみください。お天気のりと、欅坂46、菅井優香と、欅坂46、田村ほのが生放送でお届け中、伊右衛門プレゼンツ。レコメン緑に染まるスペシャル。文化放送から生放送でお送りしてますレコメン、今夜は伊右衛門プレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルと題しましてね、このリスナーからこちら欅坂愛が深まるメールを、募集しておりますということでね、すごい楽しみにしてました。たくさん来てますよ。さあ、それじゃあメールの方紹介しましょう、はい、こちらラジオネームタイマイからいただきました。ありがとうございます。僕は欅が大好きなので、毎年デビュー日の4月6日は一人でパーティーしています。ね、ちょっと引っかかるとこあるけどもまあこういうご時世だからいいのかな。4月6日のデビューの時は覚えてます2人とも。あ、そうですね、うん、ちょうどサイレントマジョリティが、うん、デビュー曲だったので、うん、なんかその CD ショップとかをグループに分かれて巡って、うん、そこで取材を受けたりとかしましたね。あ、そうなんだね。店回り、はい、どう、自分たちでもなんかするの、なんか今日だねってその日にち的意識はあるの、あ、今日4月6日だみたいな。毎年今年はなくなってしまったんですけど、うん、アニバーサリーライブをさせていただくので、それで実感したりします、ね、そうなんだね、はい、これ嬉しいよね。一人でパーティーね。何するんだろう、一人パーティー楽しそう。ケーキとか食べるんですかね、ワンホールワンホール食べるのかな。電話してみる、いっか、そこまでね。行きましょうよ。いや食べませんって言ったらそれ終わっちゃうから話がね。あ、嬉しい限りですね。ありがとうございます。さあ続いてラジオネームタイマイは、タイマイレンちゃんで、わかったよお前の気持ちは。僕は自分の子供ができたら名前は優香かほのにします。本当にねえ、これはもう今のうちからやめてくださいって言っとく。やめてくださいっていうタイマイにね。嬉しいですよ。これは欅愛ですかね。でも欅坂もだからどっちが生まれてもケヤキって名前ね、男の子でも女の子でもケヤキ。あ、入れたらテスト大変ですよ絶対。あ、そっか、大変だよね。ちょっと不利になってしまう。そっか、そういうのもあるのか。言う方がほのにしますって、これも愛を感じました。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて大阪府ラジオネームドテドナルド。ありがとうございます。欅坂46と同じ緑を基調としたものを見たときは、いつも一礼をしています。街で、なんか、なんでですか？でも意識して、うん、やっぱり自分たちもなんか例えば緑の服とか着てたら、うん、あ、ちょっと今日意識してるみたいな、恥ずかしくはなるんですけどこれはもう本人あるあるね、はい、けど一礼っていうのはすごいですね。愛でしょ、すごい、もうリスペクトがあるんでしょうね。だからコンビニに行ってね、この家も見た時にはもうずっと頭下げてるたくさん並んでるから、もうたくさん頭下げて森とか行ったらもう確かにお客様、いや待ってください、スタバみたいになっちゃう。もうペコペコしてるわけです。いいですね、やばい、そんな
大変。グランドに行っても大変ですよね、もう一礼して。あの人は。だから、でもおかげによって、なんか、すごく礼儀正しい子だねって言われる可能性があるかもしれませんね。いいこともある。ただ、緑以外にはもう、全然。それよくない。そこ向いちゃってる。よくない。よくないです。宮崎県ラジオネーム、坊主改め、ツノチェリー。ありがとうございます。もしも目の前で、はい、欅坂のメンバーが UFO にさらわれようとしていたら、僕は身代わりになって宇宙に行きます。 100% ホームシックになると思いますが、欅坂のメンバーのためなら我慢します。優しい、ねえ。でもすごいシチュエーションですね。なかなかないファンタジー。ねえ、ずっとそういう想像の中で生きてんだろうね。いやでもありがたいですよ。ねえ、うん。助けてくれるなんて。そうだね。まあ、こういう口で聞いたやつ怪しいとこありますけどね。いやいやいや。いざとなったら分かったもんじゃありませんけどね。その気持ちがある。これも愛ですね。はい、愛ですね。続いて、神奈川県ラジオネーム、トマト王からいただきました。うん、王様ですよ。王様。トマト王から、うん。トマトの王様ってすごいね。すごい、そこ引っかかります。そう。だってラジオネーム考えるときにさ、なんでトマト王だったんだろうって気になっちゃう。トマト大好きなんじゃないですか。トマトが大好きなのかね。意外と。内容言いきます。すごい。じゃあ聞いて聞いて。意外と、たまたま食べてたからつけただけかもしれないしね。あ、まあ、電話します？いや、しませんよ。しないか。あ、でも書いてない、書いてないですよ。僕は、欅坂のためなら、うん、トマトのヘタも食べます。ちょっと待って。むしろ、むしろ、トマト、むしろ、ごめん、俺が申し訳ない。違う違う。じゃあ、王ともあろう方がだよ。下手ぐらい食べろよって思うけどね。確かに。確かに。成り立てなのかな、代替わりしたばっかりなのかな、トマトを。だから、下手も食べますっていうね。でも、地味。まあ、そうだよね。でも、下手を、好んで食べてる人って、俺は会ったことないからさ、そうそう残すものと思っちゃうけどね。確かに、ヘタも食べちゃうよってことですかね。あ、そっか、本当は、本来ならずっと見ていたいはずの緑を食べちゃうっていう。愛が深いです。いや、それは多分深読みすぎじゃない平井さん。そっか。そういうことではない。うん、そういうことではないんじゃないかな。トマトを謎深まるわ。いや、でもありがたい。気になりますね。ねえ、うん。面白い。さあ、続いて、ツイッター客の方も盛り上がっておりますっていうことでね。ハッシュタグレコメン、ハッシュタグアイドルもお茶も緑でね、はいはい、ぜひともお願いいたします。お願いします。さ、ちなみに、これツイッターアカウント名が、はい、早すぎからいただいたんですが、地元の中学のジャージを乗っけてるそうですね。あ、本当だ。いいね、まさに緑だね。いいですね。やるじゃん。そっか、ジャージも緑なのか。そっか、言われてみれば俺の中学のジャージも緑だった気がする。うわ、思い出したわ。その頃からだ。その頃からだったんだね、俺は。はい、意識されて。俺はその頃から意識されたんだ。ご縁がありますね。確かにね。授業料多く払った気がするもんな。もう嬉しくて。嬉しくてよ。これ寄付です、先生っつって。あ、そう。自分から。こちら、ツイッターのアカウント名行きましょうか。ケイからいただきました。はい。はい、うん。あ、ケイは何すか、これ。マット？あー。マットかね。なるほど。お家の布団じゃないよ。マットだよね、きっとね。さあ、こちら、緑グッズ、自粛期間中に買ったマットがあったのでっていう。ストレッチとかするときのマットですかね。あー、すごいね。ヨガマット？ヨガマット。あの、菅井さんが諦めたでおなじみの。ちょっと毎朝はできなかったです。で、ヨガを菅井さんは諦めたんですよ。はい、そう、毎朝やろうと思って、朝8時から。え、すごい。一日で挫折してしまう。一日よ。一日で。挫折早っ。ねえ、レコメン3時間も聞けるの幸せすぎますっていうね、ツイッターありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、こうやってね、ツイッターの方にもね、載っけてくれたらね、こちらでも見ますからね。はい、はい、さあ、こちらアカウント名、タピオカソテー。勉強するならやっぱりレコメンとイエモンってことで、あ、すごいね、イエモン飲みながら勉強してくれてるっていう。ノートとペンとイエモンですね。なんか、なんだろう、俺だけかな、撮り方が、このなんか意識高い感じがさ、なんか、なんか、なんか、お前、かっこつけてるなぁ。レコメンリスナーのくせにっていうね。なんか、できる大学生っぽい感じのね、撮り方してますけども。さあ、ということでね、まだまだ全然間に合いますからね。はい、もう、トレンド入りもね、今何位ぐらいまで来てるんですか ?33、え、もう30位以内に入ってるんだって。すごくない？レコ
コメン、ありがたい。レコメンリスナーやればできるって菅井さん一言言ってます。やればできるじゃんレコメンリスナー、お願いします。やればできるじゃんレコメンリスナー、ありがとうございます。ねえ、ほのちゃんのほのちゃんの方もね、もしかしたら後で、言ってくれるかもしれませんから、皆さんもしかしたらそれは分かんないよ、それはね頑張り次第ですからね。さあというわけでございまして、この後もですね、3人で楽しい放送をお送りしていきます。はい、それじゃあ楽しい放送まだまだ続きます。次回読み間違えちゃった。天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル、染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まっちゃえ、やっぱり染まっちゃえ目立つね。持ってくれました、持ってくよね。そんなつもりなかった。いや許すまじですよ、これはもう悔しい。さあ文化放送からお送りしてます。さあもう1時間経ちましたよ、早いですね、あっという間でございます。さあ今夜はですね、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルと題しましてね、こちらですね、緑がイメージカラーである欅坂46のこの方たちと一緒にお送りしてます。改めて自己紹介お願いします。はい、こんばんは、欅坂46の菅井優香です。こんばんは、欅坂46の田村ほのです。はい、改めてよろしくお願いしますね。お願いします。さあじゃあね、今日はリスナーからもメールもたくさん来てますね、紹介しましょう。ありがとうございます。さあ欅坂愛来てますよ、うん、埼玉県ラジオネーム夏のみかんからいただきました。ありがとうございます。欅坂46のメンバーが出ている番組は全部見ます。へー、夜中や朝早い時間帯にやる番組は録画したり、目覚ましをかけたりして必ず見ています。ありがとうございます。嬉しいね、これこそ愛ですね。18歳、ねえ、かわいい。ね、18歳なんてこう一番眠たい時じゃない。確かに、わかります。なんかね、もう眠たいな、いくら寝ても平気で10時間とか寝ちゃうんだから。だけどもう目覚ましかけて見てくれ て、 っていう、嬉しい。ただまあ証拠がないけどね。いや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 、ね、本当です、本当です。本当ですから。そうだよね、俺がなぜこんなに疑うかも分かんないけどね、嬉しいですね。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ続いていきましょう。大阪市ラジオネーム怪盗ソルトからいただきました。ありがとうございます。おーすごい、何、へー、ちょっと気になる。スケジュール帳には、はい、メンバーの誕生日を全員分記入しています。すごくない？多いですよメンバーね。みんなはどうなの、頭の中に全員分入ってる？菅井さん携帯出さないよ。全員分入ってる。でも手帳じゃないんです、あの本当に携帯の、うん、あるよねあそこに。あでもすごい、あちゃんと入れてるんだ。でも年中ちゃんと5分前になるようになって。うーわすごい、メンバー愛じゃね。メンバー愛じゃね、まさにね、メンバー愛じゃねそれ。ほのちゃんはどう？私あの全体のスケジュールに、うん、メンバーの誕生日にあの入ってるんですよ、メンバーの誕生日が。はい、で結構個人的にそのスケジュールで基本生活してるので。ああじゃあそれもメンバー愛じゃね、すごくない。はい、あそうなんだ。でその誕生日になんかコメントとかなんかメッセージとか入れたり送ってあげたりするんだ、ね、へえ、ね、ちなみに何て入れる、その誕生日にさ。誕生日おめでとうで終わりじゃん、いくつ何歳の誕生日おめでとう、素敵な一年にしてねぐらいな感じでしょ。いやなんかそのどうだろう、その後の文章大変じゃない。なんかいつもこう思ってるよみたいな。ああそこまで入れんだ、かぶっちゃわない、前回と。どう、前回それは分かんないですけど、まあ、その年賀状のあれと一緒でさ、なんか書いてること一緒だよなみたいな感じの、ね、最近の文字数埋めとかないとさ、ちょっといけない感じがするじゃん。ああいうのって、いやスタンプもちゃんと、あ、スタンプで逃げてんの。そうだった。え、ほのちゃんもちゃんとなんかメッセージ送るんでしょ。送りますね。ではそのさっき言ったのとあとなんか付け加えるの。そうですね、でもその時に思ったことかもしれないです。この間あのジュース買う時に30円貸したけど、あれは別にさ、なんて いつでもいいからねとか。そんな言わないですけど、でもなんか誕生日だからこそいつも言えない感謝とかも伝えられるいい機会だなって思いますね。すごいね、そういうメンバーも多いから毎回うわまた誕生日かと思わないんだ。偉いね。
みんなでケーキも食べれるし、ね、はい誕生日が誰かの誕生日があるとケーキを食べれる。みんなで食べれます。天気が暗くなるんですよ。そのお来た誰かだ誰だ誕生日ってそうケーキをメンバーが運んできて、うん、お祝いするです、ね、早くいいから早く消してっつって早くでもケーキだから電気が消えたらお腹が鳴っちゃうシステムだ菅井さんは。そうですね。おついにみたいな。パブロフの犬みたいな感じで。そうです。よだれ垂れちゃう。埼玉県ラジオネームけなげないなげ18歳。ありがとうございます。お、菅井優香さんのためなら、来世は馬になれるように、現世でたくさん徳を積みますっていう。そんな。徳を積んで一生懸命馬になろうとして。じゃあちょっと来世で乗っちゃうかもしれない。そうだね。けなげないなげに。はあ、すごいね。嬉しい。確かに菅井さんはお馬さん好きですもんね。ねえ、逆にほのちゃん何が好きなの？もう菅井さんで言ったらね、お馬さんぐらいの勢いで言うと、菅井さんって知ってる？もちろんです。びっくりした今。なんだろう、でもシュークリームとかりんとう饅頭が好きで。かりんとう饅頭。ちょっとね、かりんとう饅頭ってのがあるんだね。はい。知らないですか？かりんとう饅頭、かりんとうはわかるよ。かりんとう饅頭っていうのがあるんだ。はい、そんなに驚く？ちょっと待って。どこですか？そっか、それは地元で食べれるってこと？いや、和菓子屋さんだと思ってました。かりんとう饅頭ってのは、わりかし、じゃあもうほのちゃんの生活の中ではもう当たり前のようにあるんだ。当たり前でした。おはようと同じぐらい近いところにあるんだ。そうですね。絶対嘘だろ。そんな、おはようと同じぐらい近いところにあるんだね。かりんとう饅頭とは何だっけ？カリントマジとシュークリーム。ああ、なるほど。シュークリームも好きなんだね。大好き。ありがとうございます。可愛いね、なんかね、シュークリームとカリントマジ。ぜひね、来世はカリントマジになろうっていうリスナーももしかしたら、いるかもしれないよね。食べられちゃう。一瞬です。一番幸せ、一瞬です。一瞬の命。バーンって。バクって。福岡市ラジオネーム、10円チーズ本流からいただきました。ありがとうございます。欅坂46のことが好きすぎて、最近、飼い始めたウサギにホニョという名前をつけました。かわいい。どうですか、ウサギにホニョって呼ぶんですか？毎回ウサギにね。ウサギはどう思ってるんだろう、まあホニョなんだな、あたいホニョなんだなと思ってるじゃない。まあウサギすごいね。ウサギを飼うんだね。でも嬉しいですね。飼ったことないけど、ホニョ買ったことないよね。ウサギって寂しいと死んじゃうみたいなこと言うからね。そうですね。ぜひとも寂しがらせないように。愛してあげてほしいですね。そのうち本とか読み出しちゃうかもしれないんですね。そうね、ウサギがね。で、まんじゅうよこせっつって。かりんとうまんじゅうっつって。多分それ私ですね。家も持ってこい、家もんっつって。家も持ってきてくれっつって。言うかもしれませんよ。さあ、続いて、愛知県ラジオネーム空飛ぶブータンからいただきました。ありがとうございます。僕は五軍リスナーですが、この前クラスの一軍と欅坂の話で盛り上がりました。嬉しい。欅坂の話になると一軍とか五軍とか関係なしく、楽しく話すことができます。ありがとう。人助けしてるね。嬉しい。でもこれでもう、この方も一軍。それはない。そんなに甘いものそんなに甘いものではないんですよ。多分本人が一番分かってますよ。でも多分普段あんまりあれですよね、多分喋らない仲なんでしょうね。ねでもそのなんかつながりのきっかけになれたっていうのがすごいよね。嬉しいですね。共通の話題って大事ですね。いやー、これはもう人助けですよ。でも緊張しただろうね、一軍と話すとき。どうなんだろう。ねえ、もう敬語とタメ語はもう入り混じっちゃってる感じ。想像できちゃう。誰推し何出すかみたいな、わけのわかんない会話になっちゃったかもしれないけど、よかったですね。ありがとうございます。引き続き話してほしい。話してほしいね。続き、神奈川県ラジオネーム、チワワの空回りからいただきました。ありがとうございます。菅井キャプテンの命令なら、購買で28人分のパンをダッシュで買いに行ってきますっていう。生まれながらのね。もう命令さえしてくれれば行ってきますよっつって。じゃあちょっとパン28個をね、クリームパンでお願いしたいんです、ね、って言ってる最中にもう見えないからっていうか姿が。だだだだ。耳がいいからすごい聞こえてくるから。ね、できる、確実で欲しいんであれば、もう紙に書いておいてくださいっていうね。注文取ってる時間がめんどくさいっていうぐらいのね。菅井さん愛されてますね。いや、嬉しい。
いです、ありがとうございます、ありがとうございますって本当に買ってきてもらったみたいな本当に買ってもらったぞみたいな感じでね。学生時代はどんな感じだったの？学生時代ですか、うん、どんな感じの学生だったの？まあ、ずっと本読んでる感じ？でも休み時間は本読んだりもするし、なんか、うん、友達ってやっぱり私バレーボール部だったので、うん、部活の友達がやっぱり仲良くて、うんうん、面白い楽しいメンバーが多かったので、うん、ずっとそれを見てただただ笑ってました。あ、そうなんだね、はい、なんかイケてる軍団層、なんかなんかね、一軍団ですよ。いや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 ただのバレー部、ただのバレー部なんて世の中いないもんね。だいたいバレー部だけでも一軍ですよ。いやいや、で本当にもうトークのレシーブとかねえ、何それ、菅井さん何それ、トークの、いやいや聞きたいですよトークのレシーブ、えバレーってこっちのどっちのバレー？そうです、バレーボールです。アタックする方のですよね。そうです、そうです。あ、そうなんだね、すごい。じゃあずっと部活頑張ってたんだね。そうですね、だからなんかそのキラキラしたみんなが多分思い浮かぶような方じゃなくて、ドロ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 にまみれた違う、なんだろう、なんか汗流してっていう方でした。はい、だってあれ暑いんだよね、床にするとあれやけどみたいな感じでね。でもかっこいいバレーできるなんて、すごいね、頑張ってたんだね。でもそこの頑張りが今でもこの欅坂の中でもね、通じてますよね、そのファイト根性だったりとか、そういう、どうなんですかね、また違います、また違う、いや、わかんない、そうだったらいいなって思うんですけど、ね、菅井さんもね、乗馬でね、あ、はい、馬術、乗馬、馬術部でしたね、うん、かっこいい、最近言えるようになったからもう馬術部、いや、ずっと言えますよ、言えてました、はい、でもその中高の時はや、あの野外部っていうのに入ってて、うん、結構山登りとかしたりしてました。いいな、そうなん、その辺自然の緑に囲まれて、あ、きしょ、やられましたよ、さすがキャプテンですね、さすがキャプテン、嬉しいな、鼻が伸びてきた、どれ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 、ダメじゃない花神ちゃん、どれどれどれ埼玉県ラジオネーム三丁目の勇気、カラオケに行ったら必ず欅坂の曲を30曲以上歌いますって、そう、すごいね、すごい、はあ、もう本人、もうコンサートの本人たちよりも歌ぐらいの勢いで一回ライブできちゃいますね、すごいね、嬉しいな、もうみんな好きな連中でもう俺が歌う、俺が歌うとかっていうところなのかな、まあ今のご時世なかなかね、カラオケとか行きにくくなっちゃってるから早く収まってね、みんな喉をダメにするぐらい歌ってほしいよね、また一人で歌うの大変だから、確かに、全セリフ、ラップみたいな、だからリモートでやってるかもしれないみんなちょっと時差リモートで、埼玉県ラジオネームソイソース、ありがとうございます。僕は欅坂46が好きすぎて、バイトのシフトは公式サイトのスケジュールを見て決めています。すごいね、ありがたい、見逃さないでくれてるんですね、うん、だから夏とかコンサートとかが多い時なんか大変でしょうね、あ、ね、そういうイベントなんかが多い時には、でもなんかそれ私も分かります、うん、あのファンの時に、うん、やっぱりそのライブとか行きたいから、うん、でもそんなにめちゃくちゃ前に出るわけじゃない、うん、いいじゃないですか、日程とか、うん、だから去年とかこのぐらいだったなって思い浮かべて、なんかその辺の日程を外すみたいな、してました、そういうものもファンは読まなきゃいけないで、こう来るぞみたいのを、はい、でもそれも楽しいんですよね、それ楽しいんだ、はい、で中身飛ばして行けたらいいねとかね、はい、でも本当はコロナ禍で私だけ行きたいみたいな思ってるでしょ、やっぱりその、いやいや、みんなでみんなで行きたいんですね、ありがとうございます、さあというわけでございましてね、ここでじゃあ1曲いきましょうかね、はい、じゃあこちらはどなたが紹介しますか、はい、じゃあ私が、うん、はい、菅井がいきます、ガラスの割れを、え、ちょっとちゃんと言える、さっきにちょっと見ないでください、ちゃんと言えるのね、ガラスの割れ、言えるのね、言いますよ、そのこんな時目が覚めるシャキッとする1曲です、欅坂46でガラスを割れ、それじゃあゆかのすけ早口言葉いってみよう、ジャズサンション歌手、ジャズサンション歌手、ジャズサンション歌手、完璧、文化放送レコメン、文化放送からお届けしておりますレコメン、さあというわけでございましてね、世界さん、ほのちゃん、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、あの踊りすぎてイヤホンが抜けてパニックならないでください、ほのちゃん、違いますよちょっとパニック、うん、僕も思わずどっか差し置いてくださいって言ってどっか差しても繋がんないよね、さあそれじゃあメールの方を紹介しましょうかね、やった、
埼玉県ラジオネーム三丁目の勇気からいただきました。ありがとうございます。菅井さんと、田村さんのためなら、はい、ザリガニに鼻を挟まれても全く痛みを感じないので平気ですっていうね。すごい痛そう。あの痛がりでおなじみの三丁目の勇気が、あの二十歳でね、痛がりでここまで来た。そう。ここまで来た、こいつがザリガニに鼻を挟まれても大丈夫だっていうね。すごい愛ですね。すごい愛。まあ、口先では何でも言えますけどね。いやいやいや、厳しめ。ハモっちゃった。いやいや、そこまで、そのくらいでも大丈夫ですよってことを言ってるんですね。ありがとうございます。ね、実際に俺は無理だな、その、まあ、ねえ。私たちを前にしても。無理無理無理。泣いちゃう。そうですよね。泣いちゃう。あとヘクション、あとヘクションが出ちゃう。鼻をちょっといじられると、ヘクションになっちゃうから。痛いでしょ、ザリガニだってね。大阪市ラジオネーム怪盗ソルト。ありがとうございます。僕は欅坂46のメンバーの写真集は全て購入してるんですが、抽選で当たるアザーカット集を愛の力で今までで全部当てています。本当に すごいね。すごい。へえ。だって結構何名かですよね。あれね、気合いなんじゃない。気合いか。気合いなのかね。じゃあ持っててくださってるのがフィアンセも、持ってくれて。フィアンセとは菅井さん何ですか。何ですか。ひょっとして。それは菅井さん、つまり、私菅井優香のファースト写真集でございます、ね。そうですよね。絶賛発売中ね。やっぱ菅井さんは両親に紹介したくなるような感じのねっていう。あの帯書いてますよね。覚えても書いてますよじゃない。書いたのは秋元先生ですね。俺じゃない。なんで俺が書いたみたいな。書いてますよって覚えてますよね。のりさんの写真集のアザーカットも。ひまんせね。ひまんせの方。ひまんせ使って。本当ですか。そう、わざわざもう菅井さんの、あの、フィアンセ発売を記念、あれどっちだっけ、のりのひまんせを発売記念して、菅井さん写真集出した。逆か。そうですね、ひまんせね。菅井さんの見てから見ると、きったねえんですよ、俺の頃ね。シチュエーションで撮ってください。すごい愛ですね。これもそうです、愛ですよ。ね、菅井さんが笑ってくれるだろうと思ってね、若干引き笑いでしたけどな。いやいやいや、そんなことないです。頑張りましたね。千葉県ラジオネームバシからいただきました。ありがとうございます。僕のポエムをぜひ聞いてください。おお、ついに。これって俺が言うですか。耳を澄ます。じゃあいきますよ。はい。欅坂って一人一人の個性が強いんだな。でもそれは喧嘩していない。同じ目標へ向かうためのそれぞれの方法、道具、表現になっている。欅坂の魅力ってそこじゃないかな。はい、終わりましたよ。長めちょっとなんか喋ってる、ちょっとなんか喋ってる。どこで、あ、終わったのかなって思って、さらさらなんかまた来てる。あ、でも道具、なるほど。いやー、ポエムはきついな。いやいや、素晴らしいこと書いてあるんですよ。ポエムって言われると急にグーってなりますけどね。構えてしまいました。でも嬉しい個性をちゃんと見てくださって、ね。じゃあ、ポエムある、ポエム。ポエムない。ポエム来たら次、菅井さん行こう。そうですね。待ってます。神奈川県ラジオネーム、かませ犬レモンサワー。ありがとうございます。欅坂あるある。お、菅井さん、ライブの MC で、尾関さんにキラーパスしがちっていう。菅井さんはよくそうやってパスで逃げるからね。あれも一時期、ちょっと、頼りがちでしたね。あ、そう。はやっぱり何でも返してくれるっていう、なんか信頼してるから。あ、だから別にその困ってるわけじゃなくて、この子だったら何言っても大丈夫だろう、尾関さんだったら大丈夫だろうってことでね。尾関はどうって、うん、よく言っちゃいがちでしたね。さすが菅井さんですね。いやいやいや、レコメンでもすぐねメンバーが来るとそっちが逃げますもんね。どうもどうもうっつってね。最近はあえてちょっとわざと言ってますね。わざと尾関はどうって。あ、わざと言ってね。だからほのちゃんも菅井さんからこういうキラーパスが来る、はい、来たら一人前っていう証拠ですよ、これね。でも、結構言ってくれます。言ってるんかい、もう。違います、違います。もう言ってるんかい。話振りようって言ってくれたりするんですけど、うん、たまに、その、それがない、うん、話振りようって言っといて。逆に言っといて。あって、その時は、大抵そのメンバーの一斉、え、
っていうその驚きが、そうか、いつも確認してから言うから、はい、基本みんなに回るように割り振ってやってるんですよ、うん、で決まってる場合はもう事前に伝えるようにしてたんですけど、たまにあえて言わないで聞いてみたりします。さんはすごいね、 MC の鏡だね。でも本当になんかそれも優しさなんですよね、菅井さんの。本当に。あ、そう。いろんなメンバーに、うん、なんか周りをいっぱいずっと見て。もう私よりも、まあ、まず周りにみんなっていう。本当にすごいね。いや、菅井さんの愛に気がついた瞬間だったのね、それこそね。ありがたい。いやいや、ありがとうございます。菅井さん、本当に。ありがとうございます。いや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 、こちらこそ。ありがたい、ありがたい。やめてください、ちょっと。おかしい、おかしい。おかしいですよ。もったいないお言葉ですね、菅井さん。やめてください。愛知県ラジオネーム、ファショナルモンスターからいただきました。ありがとうございます。オフィシャルモンスターですね。オフィシャルモンスター間違えた、変な日本語だなと思って。日本語じゃないけどね、オフィシャルモンスターからいただきました。欅坂が好きすぎて、うん、学芸会で誰もやりたがらない木の役を率先してやらせていただきました。それめっちゃ面白い。いや、ちょっと待って、これは木の役をやってもらいたい、やっぱファンには。どう、やっぱりそれの木が欅だったら嬉しいですね。いや、欅じゃないです、ただの木ですよ。これはやってもらいたいもんなの。どちらでも本当に。どちらどちらでもいいの。でも本当に木をやってほしい、やっぱファンには。そうですね、学芸会があったら率先して木をやっていただけたら、あ、うちらのこと好きなんだなと思う。あんまり、なんだろう、欅とその木を、うん、なんだろう、一緒にして考えたことなかったので。だから二人からすればポカンだよね。だけどでもその発想があったのかって、ね、うん、たまたまその役しかもうないってわけじゃなくて率先してたから。みんなね、桃太郎やりたかったりとかはしないしさ、うん、そういう中ではいきなり 俺木やりますっていう。先生からもなくていいんだぞ、それなくてもいいんだぞ、いや俺木やりますっていう。かっこいい、かっこいい。ねえ。率先して気をすごい。偉いね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。これは、本当に、これ以外にもあっただろうにね、エピソード。別に、木だなっていう、一番伝わるかなと思ったのかな。宮城県ラジオネーム、ガムシロップをガブ飲み二十歳。僕は、ゆかのすけさんが大好きなので、テレビ番組に馬が出てくると、ゆかのすけさんの登場を期待してしまいます。だから競馬番組とか、暴れん坊将軍とかね。そういうのでも、あれ、菅さん乗ってくるんじゃないかみたいな。乗ってこないですよ。ね、でも嬉しい。いやー、これ馬出てきたら教えてほしいですね、いちいち。馬、今出てるよって。そんなに、そんなに。もう勝っちゃうしかないんじゃないの。結構メンバーからも連絡来るんですよ、その馬の、 あの服見つけたりとかすると、うん、写真で馬の服あるよってすぐ。そうなんだ。わかります、わかります。わかる。なんか道中とかに例えば、まあ、銅像とかあるじゃないですか、うん、馬の、なんか隣に2期生とかいたら、うん、あ、菅井さんみたいな感じで、もう馬の銅像イコール菅井さん、あ、菅井さんがいるよみたいな。さんだよ。それ軽くいじってんじゃないの。違う違う。でもじゃあ道端でケンタウロスを見た場合どうする。ケンタウロスを見た場合は菅井さんのこと思い出す。半分思い出す。じゃあ連絡して。菅井さん、どう、ケンタウロスは興味あんの。あります。あるんだ。じゃあ次からケンタウロス見ても、じゃあね、菅井さんでいいんですね。菅井さんでいいんだね。よかったね、菅井さん。シマウマはどうなの、菅井さん。あ、ギリギリ、シマウマはいいんだ。衣が一緒なんで、衣、あ、フォルムがね、あ、衣替えさえしてくれればね。あ、そうなんだね。さあ、というわけでございまして、最後の方よく分かんなくなっちゃいましたけどね。どうですか、リスナーからの欅坂愛はしっかりいただきましたか。いや、もう本当に嬉しい。ね、早く恩返し事件に頑張りたいですね。あ、そうだね。早く楽しみに皆さん待ってると思います。さあ、でもまだまだね、緑に染まるスペシャルは深夜1時までお届けしてきます。お楽しみに。僕のりえもんと、私ゆかえもんと、私ほのえもんが生放送でお届け中。いえもんプレゼンツ、レコメン緑に染まるスペシャル。ごくごくごく、ぷはー。3人とも可愛くない。可愛い。
ちょっとごめんなさい、ほのえもんの時に間入れたかった、間。すごい、ためがあったね。ほのえもん。いや、もう、さっきから、ジングル、うん、あれですね、なんか、ちょっと変に目立っちゃって。いやいやいや。どうしようね、ちゃんと似合って。ねえ、ちょっと、すごい、自分だけ目立って。悔しいわ。さあさあ、文化放送から生放送でお届けしております、レコメンですが、ここで、4月にリニューアルしたサントリー緑茶伊右衛門をご紹介いたします、うん、創業200年以上の歴史を持つ京都の老舗茶舗福寿園、この福寿園のこの茶匠ね、この茶の匠と書いて茶匠が厳選した茶葉を使用した本格茶葉の伊右衛門ですが、はい、本格緑茶のね伊右衛門ですが、発売以来たくさんの方にご愛飲していただき、なんとですよ、2019年には累計販売本数100億本を突破しました。ありがとうございます。すごい、100億、すごくない？すごいですね。ちょっと自分もびっくりしちゃいましたよね。ありがとうございます。まあ、ごめんなさい、急に俺がそんな伊右衛門がですね、入れたてのような、緑茶を楽しんでもらえる、緑茶を目指し、さらに美味しくリニューアルされました。香りや成分や旨味が、豊富と言われるこの一番茶をですね、伊右衛門本体市場最大の比率で使用し、その良さを最大限に生かした、焙煎技術と、抽出方法で、入れたてのような豊かな香り、旨味と雑味のない穏やかな渋みを両立しております。ありがとうございます。ちょっと早速だからいただいちゃいましょうよね。ノリは厳しいですよ。うまい。これこれっていうね。もうこれこれ。早いですね。うまいってなるので。やっぱこれ間違いなくノリは食いしん坊だから、おにぎりね。おにぎりと合うってのは一番嬉しいですね。あ、あとおにぎりにも合うかもしれないですね。おにぎりばっかり。そうですね、おにぎり。さあ、せっかくだからお二人も飲んでみてください。はい。いただきます。はい、どうぞ。あー、うまってん。出た。え、なんて言いました今。うまってん。うまんてんが出ましたか。これは？馬だけに。あー、やられた。なんですかそれは。次のほのちゃんのこと考えてあげた。次のほのちゃんが大変だよね。本当に美味しいです。うん、はい。いいですよね。程よい苦味が癖になりますね。うん、ねえ。うん、さあ、じゃあ、ほのちゃんも飲んでみてください。はい、今ね、それどころじゃないと思いますよね。ちょっと考えちゃって。もう。いただきます。はい、どうぞ。馬利力。来ました、馬利力。これは何ですか？馬、その心は、うん、その心は。馬だけに？馬だけにやられた。やられた。さあ、お二人がね、そんなふざけてる間にも、なんとね、ツイッターがもう間もなく、先ほどのリツイートが2000ぐらいがもう見えてきてるんでしょ？あ、本当ですか？すごい。トレンドの方も21位と22位に、この時間からで入ってるんでしょ？すごい！ありがとうございます。あの、暴れのりさんが見たいですね。暴れのりさん。ちょっと待って。初めて聞いた。菅井さんいいのね？俺今日、暴れのりや。暴れのりだよ。本当にいい加減でしょ？さあ、ということで皆さん、暴れのり、今日は解禁でございます。さらに美味しくなった伊右衛門、ぜひ飲んでみてください。読売中高生新聞プレゼンツ、実力レコメンリスナー事件簿。この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し、鬼デスクののりさんと新人記者の私菅優香、そして今日は田村穂の記者と聞き込み取材をしていきます。はい、紹介した事件はですね、厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません。さらにネタを紹介された方には、漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。じゃあ早速今日のタレコミを紹介してくれ。はい、今週は栃木県ラジオネーム北の緑茶さんからの情報です。先日バイトの代わりにスーパーで買い物をした時、家の鍵がないことに気づきました、はい、宮城から進学のために上京して一人暮らしをしているので家には誰もいません、そのため一生懸命探しましたが鍵は見つからず、終電の新幹線に乗ればギリギリ宮城の実家に帰れるという考えが頭をよぎった時、まさかの展開が待っていました。え、ちょっと待ってください。なんだろう、今上京して東京にいるんだよね、はい、で家の鍵がないって言って、あれ、まだ新幹線乗れば実家に帰れるぞ宮城にっていう。いや、すごい考えない？すごくない？ちょっと
まあ鍵なくしたら大変だもんね。気をつけてください。さ、え、行きますか。もしもししたいよね。もしもししますか。したいです。もしもしします。はい。じゃあわかんない、ほのちゃんのもしもししましょうが聞けたら行きますけど、どうします。もしもししましょう。わかりました。それじゃあ北野緑茶、話を聞かせてくれ。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。さあ、北野緑茶は今大学1年生とかかな。はい、1年生です。大学1年生。そっか、上京した。どう、初めての一人暮らしは。いや、一人で何でもできて楽しいです。エンジョイしてるね。ねえ、鍵こそなくしちゃうけど。はい。あ、そうなんだ。いいね。料理とかも自分で作ってるの？はい、今自炊してます。すごい。一番得意料理は何？ガパオライス作る。おしゃれな。本当かよ、お前。もうなんだか、なんだかわかんねえから、もうこれガパオライスと名付けようじゃないの、それ。いや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 。すごい。そうなんだね。え、じゃあ待って、この話に戻るけどさ、はい、鍵をなくしちゃって、なんで実家に帰ろうと思ったの？その、だって鍵ないと入れないじゃないですか、家に。うん、寝るとこ困っちゃうから。うん、で、それで、ちょうどその、チケット買うお金も持ってたんで、うん、鍵取りに帰ろうと思えば帰れるなって思って。いや、でもそれが解決になるの？だって結局鍵がないことはないんじゃないの？ずっと。その、母親の方でスペアキー持ってたんで。そうな、どうなん、これ冷静なのかね、どうなんだろうね。いや、そうか、なんか、そのままね、どっか友達の家とか、うん、なんか泊まれるところ。ゆかのすけさん。確かに。バカの、北の緑茶に友達がいるわけ。わかってあげ、そこは触れずに。え、そんな。北の緑茶と、その、俺は別にね、いらないと思うよ、友達だって。で、ちなみに友達はいる？いや、やっぱオンラインなんで友達はやっぱできない。そっか、今のこのご時世だからな。ね、難しいとこだよな。よかったな。よかったなって。よかったよかった。友達ってそんな別にいらないもんな、だってな、緑茶な。どう？いや、ちょっと友達の方が欲しい。ああ、お前は贅沢なことを言うようになった。さあ、それで、鍵は、で、実家に帰ろうと思ったけど、帰らずに済んだ、何があったの？その、一度アパートの方に戻ったんですよ。うん、で、そしたら、その、ちょうど自分がなんとか入れそうなぐらいの窓が、ちょっと鍵が開いてて、うん、でその窓を開けたんですよ。うん、で、窓を開けたところに、その 手が届くところに、その、鍵入れる箱が置いてあって、うん、そこにスペアキーがもう一個あって、すごい。それを取って入りました。あ、すごいね、偶然だ。じゃ鍵開けといてよかった。まあね、本来だったら開けといたら心配なとこあるけどね。はい。あ、そっか、でも本当に知らない人から見たらさ、泥棒かと思われちゃうから、それもね、気をつけないといけないですけども。よかった。じゃあ無事に済んだんだね。はい、そうです。ああ、本当に気をつけ、結局何してなくしちゃったの、鍵は。いや、わかんないですね。多分ポケットから落ちてみたいな。じゃあ見つかってないんだ。ねえ、はい、まあ気をつけてくださいよって。でもよかった。まあ偉そうに言うけど、俺もよく鍵とかなくしてたからね。そうなんだ。おっちょこちょいとこありますからね。さあ、じゃあせっかくだから、じゃあ、二人にもなんかこう、まあ、今回は励ましっていうよりも気をつけなさいよ、みたいなね、感じの言葉欲しい？欲しいです。いやいや、それ言われたって、それ俺はあげたいけど、二人がなんて言うか、菅井さんいいですか？まあ、いいでしょう。ほら、本当に。じゃあお願いいたします。はい、じゃあ北の緑茶、お茶飲んで気をつける馬力だぞ。出ました、気をつける馬力ね。ちょっと無理やり感ありますだいぶね、ちょっとじゃないです、だいぶですよ。当てちゃったちょっと当てちゃったちょっと当てちゃいましたそれじゃあほのちゃん、いける、いきなり来てもらって申し訳ないけど、はい、お願いいたします。北の緑茶、お茶と一緒に、もう次は鍵なくしたらあかんではい、来ました。あかんで。あかんで、ね、いいんで、そっか。なんかよくわかんない日本語になっちゃいました。なんかごめんなさい。みんなを悩ませるなよ、本当に。自分わかったか、北の緑茶。気をつけてね。緑茶が見られちゃった。まあ、こういうご時世だけど楽しいね、学生生活を送れるように祈っております。じゃあね。はい。はい、失礼します。ありがとうございます。ごめんなさい、二人にね、本当負担がでかすぎて。ほのちゃんの言った後の悲しそうな顔、私何言ってんだろう。ちょっと終わりに返して、ありがとうございます。
このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中。受付メールアドレスはレコ@joqr.net です。件名のところに事件簿と書いて送ってください。電話番号の記載も忘れなく。放送後には実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話取材を受けた後に厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません。さらにネタを採用された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。たくさんのメールお待ちしております。さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃が生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。さあもう2時間が経とうとしてますね、うん、あと1時間、はい、あっという間だね。でもね早いですね、お今流れてるのは、はい、今ものりが絶賛大ハマり中のね、はい、こちらエイトさんの香水っていう、はい、ね、エイトさんじゃねエイトさんじゃねこれエイトさんじゃねっていう、ね、ドールチェ&ガッバナーノですよこれね好きですね。大好きなんですさあなんと来週のレコメンにはですね、こちらエイトさんが遊びに来てくれるってことで月曜日、来週の月曜日7月13日じゃあお会いできるんですね。そう、大ファンの、大ファンでちょっと緊張してるよねなんかね、楽しみにしていただければと思います。さあ、先ほどね調べたところ、はい、ツイッターではもうねリツイートが2000いってるってことで、はい、見事暴れのりが暴れのり、菅井さんが適当に言ったもんだけど暴れのりって何踊ってるところを撮って、あ、そうなんだ、ね、思うがままででも、え、待って待って、ちなみにこれ放送上でそれともそのあと5時俺後で撮るのねどっちどっちもですよ、どっちも大変だ。じゃあ暴れのり済ましておかないとな。暴れのりなんかアドバイスくんない、どういう風にやるんだよって、魂の雄たけびを OK です。お願いします。すごい、いきます。暴れのり、暴れのりが来るぞだけ菅井さんくれる。わかりました。うん、暴れのりが来るぞ、はい、どうぞ、はい、あ、もういいんですね、はい、暴れのりが来るぞ、お暴れるぞ、暴れるぞ、暴れてやろうか、暴れてやろうか、おすごい、暴れのり来ましたね。いや来ました。ほのちゃん、ほのちゃんやっぱ2000リツイート言ったからワイルドほのちゃん行ってこうここで、ね、ワイルドほのちゃん行ってみようか。行けるよ、ワイルドほのちゃん。行きますよ、うん、朝からコーンスープを飲んだんだぜ、ワイルドだろ全然ワイルドだぜ。だってすごいよね朝昼だもん、やっぱコーンスープはやっぱり、そういう意味ではね。さあということでね、もしかしたら2100リツイートいったら菅井さんのね、暴れ菅井が楽しみ暴れ菅井が見れるかもしれませんから、ちょっとね、正直な話、行っても行っても行かなくても多分ね、僕は仕返しはすると思いますやめてください俺上半期で一番滑ったよ本当に下半期も入れてるかもしれませんけどさあこの後も正しい放送まだまだ続きます。天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃が生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まっちゃえ。全国の皆さんこんばんは、緑に染まってますか。お天気のりと皆さんこんばんは、欅坂46の菅井優香と、こんばんは、欅坂46の田村穂乃です。さあよろしくお願いします。緑染まってます、ね、緑に染まってます、はい、もう今日はね、こちらイエモンプレゼンツレコメ緑に染まれスペシャルということでお二人と10時から一緒に生放送やってますけどね、はいはい、どうですか2時間振り返ってどんな感じですか菅井さん。なんか私はもうあの暴れのりさんが見れてだいぶ満足してます。そう、10時代の方はねまだ暴れのりを知らない菅井さんも意地悪だ俺はもうあれを亡き者として、全国ゾーンからはスッとこうね撮ってるけどスマートな放送を心がけていたのに、もう
ね、あの今日はですね、もうすごい、公式のね、あのアカウントツイートのねお知らせで、このリツイートが、この固定されているねリツイートが、この1000リツイート達成したらね、もう3名ずつにね、こちらなんとサイン入りオリジナルイエモンボトルに加えてサイン入り、ポラロイドセットもプレゼントということで、おめでとうございますってことで、でそれがもう、もうすごい勢いで1000どころの騒ぎじゃなくてもう2000を超えたということで、そしたら何しますかって言ったら、もう暴れのりを見せてあげましょうっていう菅谷さんからわけのわからない、俺も初めて聞いたけど、あの暴れのりですねみたいな、やって11時代後半にね、1人がもう心が折れたっていうね、この3人いる中で1人が折れて、面白かったよね、面白かった、動画撮ってお見せしたかったよ本当にポーズがしっかりあったんですよね、ラジオでは伝わらないんですけど、もしかしたらこの放送中にね、まあ暴れ鳥はもうね、あのちょっと心が折れて檻の方に戻ったから、暴れ檻リリキしちゃったから、菅井さんのこの暴れ菅井か暴れ炎どっちから見えるかもしれない、ね、え引き続きリツイートの方をねお願いできればと思っております、お願いします。そしてね、こちらハッシュタグレコメン、ハッシュタグアイドルもお茶も緑、こちらもですね、つけていただいて、皆さんのお手元にあるね、なんか持っている緑色のグッズの写真なんかをね、はい、載せていただいて、感想なんかをつぶやいていただいて、今日はトレンド入りを目指そうと言って、はい、で、まあ、トレンド入りってね、この夜の遅い時間かなと思ってたけど、今現在がもう何位でしたっけ、すごいですよね、17位、すごいね、もうファンの皆さんのおかげですよね、本当にそうですね、むしろ暴れ鳥さえなければって皆さん思ってるかもしれない暴れ鳥のせいでって思ってるけど、あれがあってのでもしかしたらそれ以上順位が上がったら、暴れ炎とね、暴れ菅井が入れるかもしれませんので、皆さん楽しみにしていてくださいということでね、せっかくだからね、改めて、まあ、菅井さんは毎週月曜日ね、レコメに登場してもらってますけど、今日はね、何ヶ月ぶり、もう3ヶ月ぶりぐらいに、3ヶ月ぶりにスタジオに来ての生放送、どうやってみて、やっぱり全然違います、直接の方がやっぱり、うん、今まではリモートでのりさんをなんか横の角度から映した映像を見ながらあのカメラの位置が遠いからね、のりが一人でなんかこうのりさん観察してるみたいな、動物園みたいな感じたまにバクバク食ってるしね、なんか食べてるなって思いながらちょっと距離感を感じてたんですけど、そうなんですよ、ね、やっぱ違います全然、そうだね、楽しいです、そうだよね、さあということでね、今日はもうそれにね、ほのちゃんもお付き合いいただいてってわけでございますけど、はい、ありがとうございます。さあ半年ぶりのか、ね、レコメンスタジオでいかがですか。でもすごいお久しぶりになって、しかもこんな、もうなんていうんですか、スタジオが再開した、うんうん、この第1回目に来られるなんて、あそんな、ね、思ってもなかったので、数少ない嫌な顔せずにレコメンに来てくれるね、数少ないメンバーですから、本当に楽しくて、よかったね、まああと1時間ね、このイエモンでも飲みながらね、はい、ゆっくりと放送していきたいと思います、よろしくお願いします、この後も1時までよろしくお願いします、よろしくお願いします。お天気のりさんと欅坂46菅井優香のレコメン、国間の時間は東京浜松町の文化放送から生放送、全国ネットでほのちゃんも一緒にお送りします。今夜はレコメンリスナーの皆さんから欅坂愛が深まるメールを募集しています。欅坂への愛を示すエピソードやポエムなど何でも OK です。あなたのりの方法で私たちに欅坂愛を教えてください。いいですね、ポエムまで募集しちゃって、わかりました。私たちへの質問や番組の感想、エナジーフロー、進める何でも募集中です。すべての宛先は neko@joqr.net までお送りください。採用された方にはレコメン特製クリアファイルをプレゼントします。はい、で先ほども言いましたけども、まあ、メールもお待ちしております。あの、はい、ちなみにメールで一番俺印象深かったのがさ、はい、あの学芸会で木の役をね、欅坂愛が強すぎて木の役をやったっていう、面白い、 いや面白かったけど、それは愛なのかどうかが難しいところの判断もありましたけどね、もう自分の中で決めていいですから、自分の中での欅坂愛っていう意味でね、はい、送ってくれたらこの2人がドーンとね受け止めてくれますんで、安心してお送りください、はい、送ってください、はい、先ほど言いましたけどね、今夜はツイッターをね使った企画もお届けしております。欅坂のグッズをはじめ、身の回りにある緑色なグッズの写真や番組の感想をハッシュタグカタカナでレコメンと、ハッシュタグアイドルもお茶も緑をつけて投稿してくれたリスナーの中から抽選で、田村ほのちゃん、そして私菅井優香、それぞれのサイン入りオリジナルイエモンボトルをプレゼントします。超レアですからね、そのためだけにしていただいた、ぜひともゲットしていただきたいと思います。はい、さあそしてですね、CM の後はキンキッズどんなもんやでございますね、今夜は小市さんが登場いたします。それでは文化放送レコメン、ラスト1時までよろしくお願いします。
こしさんありがとうございました。焼肉の話してましたけど食べたくなっちゃいましたね。同じこと考える。焼肉の締めといえば何ですか菅井さん。アイスとあったかいお茶が。あーなるほどね。ほのちゃんは締めってじゃああれ肉あの麺とかライスとかいかないんだ。はい、かないです。あ、まあ、冷麺好きですけど食べるときで食べないときがあるので、うん、あそう俺必ずライス散々食った後に半ライスね最後半ライス、半分にするんですね。ほのちゃんは私もでもアイスもあるんですけどでもやっぱここは家もやっぱそらそうありがとうございますっていうねさあというわけで焼肉だけすげえ食べたくなっちゃいましたね。これ参ったな。さあそれじゃあ、ここで1曲いきましょうかね。それでは金瀬、さん曲紹介お願いします。ラッキーキリマンジャロさんでエモメの夏。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃が生放送でお届け中イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。文化放送から生放送でお届けをしておりますレコメン。さあこれですね4月にリニューアルしたサントリー緑茶イエモンをご紹介したいと思います。うん、はい。2004年の発売以来幅広いお客様から高い評価をいただいているサントリー緑茶イエモンですが、はい、新しくなったイエモンはどこが変わったでしょうかっていうさ、はい、チクタクチクタクチクタクCM でもおなじみのチクタクを生でありがとうございます。もう自分から呼ばれちゃいましたねちょっと、ね、こう言われたらもう出たくなっちゃう。じゃあしばらく考えましょうか。じゃあ菅井さんお願いします。チクタク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 ボーン。さあ皆さん答えは簡単でございますね。じゃあほのちゃん正解は答えは緑です。ありがとうございますね独自の技術で、緑茶本来の鮮やかな緑の水色を実現しているんです。この水色ってねこの水色って書くんですけどすごい綺麗な色をされてますよね。透き通ってますね。そうなんですよ。そしてねその鮮やかな緑の水色を体感していただけるようこのねボトルのラベル面積を小さくしていますが実はねこのラベルを外していただくとこのラベルの裏やねボトルの中央部にですね招き猫とかね七福神なんかこの縁起がいい可愛いイラストが隠れてるんですね。じゃあ剥がしていいですか。そうじゃあ行きましょうよ。じゃあ今飲んでるイエモンのラベル剥がします。おいいですね。よいしょかっこいいいいじゃない。あかわいいねえさああの、うん、招き猫あのだるまもおすごい、すごい、かわいい。いい音。あ、すげえね。おかっこいい。ほのちゃん負けじとね、行きました。ワイルドに行きましたね。スギちゃんがスタンバってますからね。さあ、こちら、あ、僕のすごいよ、これ。亀が、これ3つ乗ってる感じの招き猫とね。しかもこの、あ、ラベル剥がしたラベルの紙の裏にも、うん、あ、なんか絵が違いますよ。あ、本当だ。私だるまです。だるま3つ。私は亀ですね。僕猫。すごい。すごいね。これ俺知らなかったわね。そんな感じで皆さんね盛り上がっちゃってくださいってことですよね。楽しめますね。まさにイエモンカモンって感じですねこれ。イエモンカモンなんて。イエモンカモンいいですね。ありがとうございます。いやこれね。もう、イエモンの方から口の中に入ってくる感じ、もうカモンしちゃってる感じがあるんですよね。しつこい自分のこの、今ひらめいちゃったやつがしつこいとこありますが、ぜひともね、イエモンカモンで今からでもね、ハッシュタグでつぶやいていただければ。もういいか。もういいかな。さあ、というわけでございまして、レコメンリスナーもぜひラベルを剥がして、緑のイエモンをお楽しみください。僕、ノリエモンと、私、ゆかえもんと私ほのえもんが生放送でお届け中イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。ごくごくごくブハーさあ、若干照れがありましたねまだこの時はね。すいませんこれからです、ね、来て早々にね陣が取る時にいきなり僕と菅井さんがノリノリでやっちゃうもんだかわいいそれも、メールいきましょう、はい。群馬県ラジオネームアンドロメダからいただきました。ありがとうございます。欅坂愛ですね。お
僕は欅坂が大好きなので、うん、欅坂メンバー以外の女性とは握手しないことにしていますっていう。これ注意点がありますよ、はい、できないんじゃないしないんですっていう。ねえ、それは嬉しい。どうですか、メンバー的には嬉しいですか。いや嬉しいです。でもわかりますよ、誰だろうっていう、そのねその推しとかっているのかなみたいな、その確かにその辺がこのね、アンドロメダの全員にモテようとする感じね、よくないですよ。書いてないんですね。書いてない。電話します、いいか書かないってことはそういうことなのかな。じゃあ刺しました、続いていきましょう。東京都ラジオネーム、冗談半分夢半分からいただきました。ありがとうございます。ね、22歳、うん、僕は田村ほのちゃんが好きすぎるので、おほのちゃんのアタックなら何度でも顔でレシーブできますよバレー部だから、強めだよ、きっと強めで。いやいや、これは愛ですか、どうですか。いや、でも愛ですね困らせ愛ね、一回どのぐらいの、でもね、うん、もしかしたら冗談半分夢半分は分かってないかもしれない。どれだけのアタックで来るのかっていうのを、一、はい、回どれだけのアタックができるのか、ちょっと学生時代思い出して、はい、僕がはいって言うんで、はい、この気合い入れながら打つ感じやってもらっていいですか。はい、それでいきますよ。はい、おりゃ、あ、大したことない山なりの、なんだろう、ボールが見えたけど。そんな感じ。バチコーン、バチコーンでいくのね。気合いた裏腹にすごいシューってのが。おりゃ軽かったな。そんなことないです。ねえ、そんなことないですか。はい、栃木県ラジオネーム、イブリンからいただきました。ありがとうございます。私は欅坂が好きすぎるので、うんうん、年休を取るたびに、ライブかと上司に聞かれるくらい、社内に、欅坂ファンが知れ渡っています。公認なんですね。はい、ライブです。すごいじゃないですか。これ嬉しいよね。嬉しいですね。それだけもう周りに伝わるぐらい好きですよね。そうですよ。すごいね。これは愛を感じますね。愛ですね。どうします、レシーブいっときます。いきますよ。はい、はい、ありがとうございます。難しかった。レシーブの音難しいの、確かにね。俺間違えちゃった。アタックだったのにレシーブって言っちゃったからね。ちゃんと変えてきたね。ちゃんと変えてきましたね。難しい。よいしょ。続いて、宮城県ラジオネーム、夜明けまでカタツムリ二十歳からいただきました。ありがとうございます。ペアワークやデートなど、二人で何かをするときに、二人セゾンだというのは、欅坂ファンなら常識ですが。ね、僕くらい愛が深いと。一、はい、人で何かするときも、一人セゾンだと言います。っていうね。寂しくはないですよ。寂しくなんかないですよ。むしろこの一人セゾンだって言葉を言いたくて、一人でね、ご飯も食べるし、ね、そういうことですよね。いいですね、一人セゾンも。いいですか。これはまあ、じゃあ今度は、菅井さんの方からね、まあ、はい、菅井さんといえば馬術部でしたから、はい、なんかこの馬術のなんかセリフとかってあるの、はい、はあはあとか、はいやーとか言うの。いや、なんだろう、なんか堂々とか。堂々、じゃあ菅井さんからのね、堂々いただきたいと思います。お願いします。堂々。ありがとう。いらないですよ。ありがとうございますね。これはどうなんだ。感謝を込めての堂々ということで。菅井さん、もうやっとレコメンに戻ってきた感じがしたでしょ。いつも終わった後に良かったのかなっていうの。帰り際考えるでしょ。僕なんか毎日考えてますよ。あれ良かったのかなとか。答えは出ませんからね。答えのないレコメンですね。だってそのまで言ったらね、ほのちゃんなんかずっと帰り道、あれ良かったのかな、えいってどうだったんだろうみたいなね。めっちゃ考えます。ねえ。でも来週には忘れてるっていうかね。すぐに忘れますよ。神奈川県ラジオネーム、マッキンユーからいただきました。ありがとうございます。欅坂ポエム来ましたね。ついに。じゃあ、どうします、これは誰が行きますか、これはどうします。いやいや、僕読みたいな。楽しみです。はい、菅井さん、どうぞ。もう、乗り遅れた。もうね、ここに遊びはないですよ。必死でしたね。それじゃ気持ち入れてくださいね。いきます、どうぞ。君らの歌を聴きたい、それが生活の一部、それが叶わないなんて僕は嫌だ。素晴らしい。さすがこれ
あれはちょっと鳥肌立ちましたよ。恥ずかしい。ねえ。いや、でもリスナーは良かれと思って送ってきてますから、この読み手がね、読み手がちょっと勇気いるだけで。やだ、もうまだポイ、もう、まだポイ。あ、読みたい。読みたい。はい、ほのちゃん遅かったですね。どうぞどうぞ。まだ手挙げる前からどうぞどうぞ。じゃラジオネーム言ってあげてくださいね。はい。東京都ラジオネーム、はんぺん、侍さん。からいただきました。じゃあ行きましょう。欅坂は、大きな木。雨や風、太陽や重力に人一倍立ち向かっている。だから強い。だから応援したくなる。だから、みんな欅坂46という、大気の下に集まるんだ。おー、いいじゃないですか。声と合ってるの感じだね、なんか。ですか。あれ、さては、ポエマ慣れてるかねえ。違います。家でもポエムしてんじゃないの、ちょっと。やってないです。ポエってるよ、絶対ね。いや、まさか。なんか、ポエムに腰が入ってる感じするわ。本当に恥ずかしかったね。え、大木ですよね。あ、大木か。大気って呼んじゃった。ほら、その辺も、その辺も我が、いいじゃん、別に。気持ちじゃん。読み方なんてこっちの自由じゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。大気と書いて、あ、そう、大木と書いて大気と読むんだから。そうですね。どっちもある。あ、ね、どっちもある。どっちもねえよ。どっちもないからね。すいません。すごく。大木ですね。入り込んだらもう関係ないんだね。どっちもあるっていう声で。そばれを忘れて。あー。え、でも嬉しいですね。なんか、立ち向かっていく感じが。またポエムが来てますね。あ、ららら。それはもう順番的に。そうですね。順番に行って菅井さんからじゃあ行きましょう。行きましょう、行きましょう。楽しみ。ちょっと。やっぱ菅井さんはポエム、ポエムをやっぱり生かしますもんね。いやいや。命がこう吹き込まれる感じがする。確かに。字が弾んで見える。それはおかしい。神奈川県ラジオネーム。さゆひなベーカリーさんからです。お、もう始まってる？今ラジオネームか、ごめんごめん。ラジオネーム。欅坂って、漢字すごくかっこいいんだよな。欅って漢字。漢字？雰囲気？メンバーにぴったり当てはまってるんだよな。ずっと応援していたいんだよな。はい、終わり。はい、ありがとうございました。いや、ちっちゃい「あ」とかが多くて、それをどうやって表現していいかちょっと難しかった。本人も何書いてるかよく分かんない感じだったんだけど、その漢字、あ、漢字、その文字の漢字と雰囲気の漢字の漢字でね、ラジオで聞くとさっぱりしたけど、でもすごくね、愛は伝わってきましたよ。三つ王って出てきそうな感じ。三つ王が出てきそうな感じだったね。いいんじゃないですか。いや、でも嬉しい、ありがとうございます。まあ、ポエムに正解なんかないですからね。そうですね。自由です、自由。あれ？お？お？次、神奈川県ラジオネーム、釜製のレモンサワーから来ましたけど、次、川柳が来ましたね。お？川柳来ました。川柳といえば確かに、ほのちゃんかな。この絵もともいますし。確かに今日のお洋服もちょっと川柳読みそうな感じの。黒い感じ。黒い感じが出てますからね。はい、ありがとうございます。じゃあ。はい、じゃあお願いします。はい。神奈川県ラジオネーム、釜製のレモンサワーさんからいただきました。ちょっと欅坂の素晴らしさを川柳にまとめました、うん、普段はね可愛い子たちがガラス割るはい、ありがとうございますね。いや、でもいい、はい、あ、普段はギャップだったりとかね。ガラス割る。でもプライベートで割ってるの？その、夢を壊しちゃうのか、どっちなんだ、これ聞けない。プライベートで割ってません、割ってますでもあんま聞けなくていいのか、じゃあ。歌で。いや、でもすごいね。あ、これすごくなんか、なんか、なんかこう、サブタイトル的なものでもいいかもしれない。あれ、意外と良かったんじゃない？これ。いや、いいです。嬉しいですね。しかも可愛い子たちが。意外なポエムと偉い違いでしたね、その。すごい完成度が高かった。いや、ありがとうございます。あれ？あれ？今度ラジオネームタイマイから来たんですけど。あららら。ラップ来てます。すごい。お待たせしました、菅井さん。ラップ行きましょうよ。ねえ。ラップ？ラップといえば菅井さんじゃないですか。これは。そう。さあ、菅井さん、ラップの準備よろしいですか。ラップの準備って何？よよよ。よ、よ、すがいい。よ、よ、すがいい。いくぜ。欅が大好き。早い早い早い。こっちがまだほら。さあさん準備がまだ。ちょっと、さっき
ごめんね、行きたい、読みたいの分かるよ。ちょっと予想で読みたいわけじゃない。読みたい。もう気持ちが焦っちゃって読みたいのね。そうか、エコーかけられちゃう。いいね。私だって読みたいわけじゃないのにって心の声が。ちょっと一番恥ずかしかったんじゃないですか。もう一回ヨーヨーからいきますか。もういいですよ。ドゥンパドゥンチャチューチュー。え？今何ですか？今ボイパです。あ、ボイパなんですか？チューチューって言うから。チューチュー。チューチュー。ネズミ今度は。すまない。ちょっと待って。ちょっと済ませてください。はい、行くぜ。ケヤキが大好き俺たいまい、スガイの滑舌マジ心配、タムルはバレエがマジ天才、二人が大好きこれ恋愛、イエーイ、ブブブー、パッチアップ、ザッツラウェイ。え、なんすかスガイさん、ザッツウェイ書いてありました。ザッツウェイ書いてないでしょ。書いてないですよ。勝手に作者の、作者のやっぱりそれをさ、入り込んじゃったのか。入り込んでないし、みんなでわーって取りだったから。いや、すいません、ついついね、ごめんなさいね。恥ずかしい、こっちもめくじら立てることもなかったですね。タイマイ許さないぞ。タイマイ許さない。タイマイ、いや難しい。なんだ、怖い。長野県ラジオネーム校長な校長から来ました。これ菅井さん、菅井優香で、あいうえお作文を考えました。いいですね。じゃ、これはまた、じゃ、菅井さん、また。どうする、これ、これ、あいうえお作文をラップっぽく言ってもいいし。ラップっぽく言っちゃう。いいですよ。よよ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 よ、集中。集中書いてないよね、今のそのね。全集中。全集中。ラップの補給。え、すごい、自分で言うのちょっと恥ずかしいんですけど。行きましょう、ラップっぽくね。ヘイ。ヘイ、ヘイ、す。え、すごく、あ、ごめんなさい。難しいんですよ、この。すごく可愛い。が、頑張り気の生みの親。いい、いつも笑顔で、勇気もらえる。馬が大好き。噛むのも愛嬌。そんな菅井由香さんが大好きでーす。イエーイ、ラッシー、ザッツウェイって、ちょっと待って、書いてあった。ちょっと書いてないです。書いてないよね。なんで今それ入れたの。そんな、戻んないでくださいよ。戻んないでくださいよ。急にね、戻っちゃうから、ごめんなさい。ちょっとそういうとこあるんだ、俺な、気をつけましょうね。いや、なんか、すごい、なんかみんな噛むとか、滑舌とかいじってきますね。え、でもちょっと待って、どうなの。ほのちゃんから見たら、菅井さんってのは、その、まあ、噛むな、みたいな、その、滑舌、ちょっとあれだな、みたいなとこあるの。いや、でも、なんだろう。そんなに、めちゃくちゃ私たちが気にしてるわけではないんですけど、ありがとう、なんか、すごい、いい意味で一生懸命。メンバーが甘やかしてるじゃん、メンバーが。いや、本当に、ありがとう。そう思います。そうですか。で、それもなんか全て、本当に愛嬌。あ、愛される、私たちですね。愛される感じなんすね。わかりました。さあ、引き続き、メッセージの方お待ちしております。じゃあ、ここで一曲いきましょうかね。はい。あれ二人セゾンじゃね、ちょっと、ほら、言われた。二人セゾンじゃね、まだ流れる前からもう二人セゾンじゃねさあ、じゃあ曲紹介の方、曲紹介の方お願いします。はい。欅坂46で、二人セゾン。二人セゾン。お、二人セゾンじゃね、やっぱり。二人セゾンじゃね、そうです。絶対二人セゾンだお天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃が生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル、染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まっちゃえ、染まれ染まれ染まっちゃえ、これ曲できそうですね。さあ、もうあっという間の3時間でございましたけどね、エンディングですけども、はい、じゃあまずはですね、素敵なお知らせがあるということで教えてください、はい、本日7月7日は、メンバーの羽生瑞穂の誕生日です。おめでとうございます。みんなで一緒にお祝いしましょう。祝え祝えちゃえそして8月12日に、欅共和国2019の DVD& ブルーレイが発売されることになりました、うん、おーやったてました。夏のもう今までで一番、去年のライブですけど、うん、歴代で一番お水を使った、しかもストーリー性のあるライブだったので、すごく楽しかったです、うん、ぜひ見てください、うん、楽しみにしててください、うん、
はい、そして7月29日からローソンさんとのキャンペーンが始まります、うん、詳細はオフィシャルオフィシャルサイトネイティブな発音でね、頑張ってお待ちください。オフィシャルの方でチェックしてくださいということですね。はい、そうです。以上です。ありがとうございます。さあ今日も3時間ね、イエモンさんのイエモンプレゼンツでお送りしてきました、はい、どうですかね皆さん、緑のね、緑に染まれスペシャルでしたけど、はい、染まりましたかね。はい、ね、完全にもういっぱいツイートもしてくださって、うん、すごく嬉しかったです。そうだよ、たくさんツイートしてくれてね、ありがとうございます、あとまたこれから暑い日が続きますからね、水分補給にもぜひともね、はい、イエモンを飲んでください。よろしくお願いします。お願いします。そう、じゃあせっかくだからね、たくさん、何ツイートいったの。2377リツイートいったんだって。すごい、2000超えると思わなかった。これもうワイルドスガちゃんいけるんじゃない。この後のゲストもね、本家が来る前にワイルドスガちゃんちょっといける、ちょっとそんなやっても、うん、お、はい、いける、はい、はい、どうぞ。今日は朝豪快に顔を洗ったぜワイルドだろ。さすがじゃないですか。ワイルドですね。本人よりワイルドですよ全然ね。なんすか、ワイルドほのちゃんいけんの。もう一回ですか。ワイルドほのちゃんお願いします。はい。携帯を落としてガラスにひび入ったけど気にしてないぜ。ワイルドだね。ワイルドだろ。すごいね。すごいね。すごい。この後のね、あのレコメンね、あのこの後はですね、偽物のスギちゃんがね、どちら、どっちだ、どっちだ、あ、本物のね、スギちゃんが登場いたしますので皆さんお聞きください。はい。さあ、まだメールいきましょう。千葉県ラジオネームダジャレ王19歳男子。今日の放送最高でした。ありがとうございます。欅坂杯。欅坂愛あふれるメールで、レコメンリスナーの気持ちが緑に染まったと思います。嬉しい、なんかこう生の大声を聞けてすごく励みになりましたね。すごいよね、リアルタイムでね。嬉しい、頑張ろうって思います。ラジオを聞きながらツイッターもつぶやいてくれてみんな忙しいと思います。すごい、ありがとうございます。一体感がありますね。神奈川県ラジオネーム3歳の歳、欅坂ラップ来てます。ラップといえば菅井さん。ラップ聞きたいですよ。菅井さんじゃあ、ほのラップいきますか。ヨウ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 、緑に染まる、心染まる、緑といえばイエモンだって、欅が好きなんだもん。ありがとう。若干ね、ちょっと田舎っぽさが入りましたけどね。やばい、ちょっともう超顔が赤くなっちゃった。さっきののりさんの気持ちすごいわかります。暴れのりさんの暴れのりね、暴れるよ暴れるよ。なかなか暴れないって言った。暴れそうで暴れない。イエモンプレゼンでコメントお付き合いいただいてありがとうございました。じゃあお二人はね、ここまででございます。はい、さあ、ここまでのお相手は欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのでした。バイバーイ、バイバーイ。
ぱいずっと見て、もう私よりも、まあ、まず周りにみんなっていう、そんなことないです。すごいね。いや、菅井さんの愛に気がついた瞬間だったのね、はい、それこそね。ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます、菅井さん、本当に。ありがとうございます。いや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 、こちらこそ。ありがたい、ありがたい。やめてください、ちょっと。おかしい、おかしい。おかしいですよ。もったいない言葉です、菅井さん。やめてください。愛知県ラジオネーム、ファショナルモンスターからいただきました。ありがとうございます。オフィシャルモンスターですね。オフィシャルモンスター。間違えちゃった。変な日本語だなと思って。日本語じゃないけどね。オフィシャルモンスターからいただきました。欅坂が好きすぎて、学芸会で誰もやりたがらない木の役を率先してやらせていただきました。それめっちゃ面白い。いや、ちょっと待って。それめっちゃ面白い。これは木の役をやってもらいたい、やっぱファンには。どう？やっぱりそれの木が欅だったら嬉しいですね。いや、欅じゃないです。ただの木ですよ。これをやってもらいたいもんなの。どちらでも本当に。どちらどちらでもいいの？どちらでも、でも。本当木をやってほしい、やっぱファンには。そうですね。学芸会があったら、率先して木をやっていただけたら、あ、うちらのこと好きなんだなと思う。あんまりなんだろう。ケーキとその木を、うん、なんだろう、一緒にして考えたことなかったので、ね、だから二人からすればポカンだよね。だけどでもその発想があったのかってね、うん、たまたまその役しかもうないってわけじゃなくて率先してたから、みんなね、桃太郎やりたかったりとかはしないしさ、うん、そういう中ではいきなり俺木やりますっていう先生からもなくていいんだぞ、それなくてもいいんだぞ、いや俺木やりますっていう。かっこいい、かっこいい。ねえ。率先して気をする。かっこいい。偉いね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、すごい。これは、の鏡ですね、本当に、これ以外にもあっただろうにね、エピソード。別に、木だなっていう、一番伝わるかなと思ったのかな。面白い。宮城県ラジオネームガムシロップをガブ飲み二十歳。僕は、ゆかのすけさんが大好きなので、テレビ番組に馬が出てくると、ゆかのすけさんの登場を期待してしまいます。ああ、だから競馬番組とか、暴れん坊将軍とかね。そういうのでも、あれ、菅井さん乗ってくるんじゃないかみたいな。乗ってこないですよ。ねえ、でも嬉しい。いやー、こう。馬出てきたら教えてほしいですね、いちいち。馬、今出てるよって。そんなにそんなにもう、勝っちゃうしかないんじゃないの。結構メンバーからも連絡来るんですよ、その、馬の、あの服見つけたりとかすると写真で、うん、馬の服あるよってすぐ。そうなんだ。わかります、わかります。わかる。なんか道中とかに例えば、まあ、銅像とかあるじゃないですか、うん、馬のなんか隣に2期生とかいたら、うん、あ、すごいさんみたいな。あ、もうあるよ。エイトさんじゃねって。エイトさんじゃね、これエイトさんじゃねって。エイトさんじゃねですね。ドルチェ&ガッバーナーノですよ、これね。大好きなんです。さあ、なんと来週のレコメンにはですね、はい、こちらエイトさんが遊びに来てくれるってことで、月曜日、来週の月曜日、7月13日。じゃあ、お会いできるんですね。そう、もう、大ファンでちょっと緊張してるよね。なんかね、楽しみにしていただければと思います。さあ、先ほどね、調べたところ、はい、ツイッターではもうね、リツイートが2000いってるってことで、はい、見事、暴れのりが。暴れのり、うん、菅井さんが適当に言ったもんだけど、ね、暴れのりって何？なんか踊ってるところを撮って。そうなんだ、ね、思うがままでて、待って待って、ちなみにこれ放送上でそれともその後5時、俺後で撮るのね。どっちもですよ。どっちも。大変だ。じゃあ暴れのり済ましておかないとな。暴れのりなんかアドバイスくんない？どういう風にやるんだよっていう。魂のおたけびを。オッケーです。お願いします。いきます。暴れのり。暴れのりが来るぞだけ小坂さんくれる。わかりました、うん、暴れのりが来るぞ。はい、どうぞ、はい、あ、もういいんですね、はい、暴れのりが来るぞ。おー、暴れるぞ、暴れるぞ、暴れてやろうか、暴れてやろうか。おーすごい、暴れのり来ましたね。いやー、来ました。ほのちゃん、ほのちゃんやっぱ2000リツイート言ったから、ワイルドほのちゃん行ってこうか。ここね、ワイルドほのちゃん行ってみようか。いけるよ、ワイルドほのちゃん。いきますよ、うん。朝からコーンスープを飲んだんだぜ。ワイルドだろ。全然ワイルドじゃない。ワイルドだぜ。だってすごいよね。朝、昼だもん、やっぱコーンスープはやっぱり、そういう意味ではね。さあ、ということでね、
もしかしたら2100リツイートいったら、うん、菅井さんのね、暴れ菅井が暴れ菅井が見れるかもしれませんから、ね、それはやめてくれ。まあ、正直な話、行っても行かなくても多分ね、僕は司会、司会しようすると思います。やめてください。俺上半期で一番滑ったよ本当に。滑ってない。下半期も入れてるかもしれませんけど、さあこの後も楽しい放送まだまだ続きます。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まっちゃえ。全国の皆さんこんばんは、緑に染まってました。夏のもう今までで一番、去年のライブですけど、うん、歴代で一番お水を使った、しかもストーリー性のあるライブだったのですごく楽しかったです、うん、ぜひ見てください、うん、楽しみにしてください。はい、そして7月29日からローソンさんとのキャンペーンが始まります。詳細はオフィシャルサイトネイティブな発音でね、お待ちください。はい、オフィシャルの方でチェックしてくださいということですね。はい、そうです。以上です。ありがとうございます。さあ今日も3時間ね、イエモンさんのイエモンプレゼンツでお送りしてきました、はい、どうですかね皆さん、緑のね、緑に染まれスペシャルでしたけど、はい、染まりましたかね。はい、ね、完全にもういっぱいツイートもしてくださって、うん、すごく嬉しかったです。そうだよ、たくさんツイートしてくれてね、ありがとうございます。あとまたこれから暑い日が続きますからね、水分補給にもぜひともね、家も飲んでください。よろしくお願いします。お願いします。そう、じゃあせっかくだからね、たくさん、何ツイートいったの。2377リツイートいったんだって。すごい、2000超えると思わなかった。これはもうワイルド菅ちゃんいけるんじゃない、この後のゲストもね、本家が来る前にワイルドスガちゃん、ちょっといけるいいんですか、ちょっとそんなやっても、うん、お、はい、いいっす、いける、はい、はい、どうぞ。今日は朝豪快に顔を洗ったぜワイルドだろ。さすがじゃないですか。ワイルドですね。本人よりワイルドですよ全然ねなんすか、ワイルドほのちゃんいけんのですか。ワイルドほのちゃんお願いします。はい、携帯を落としてガラスにひび入ったけど気にしてないぜ。ワイルドだね。ワイルドだろ。すごいね。すごいね。すごい。この後のね、あのレコメンね、あのこの後はですね、偽物のスギちゃんがね、どっちが、どっちが、どっちだ。あ、本物のね、スギちゃんが登場いたしますので皆さんお聞きください。はい。さあ、まだメールいきましょう。千葉県ラジオネームダジャレ王19歳男子。今日の放送最高でした。ありがとうございます。欅坂杯。欅坂愛あふれるメールで、レコメンリスナーの気持ちが緑に染まったと思います。嬉しい。なんか生の大声を聞けてすごく励みになりましたね。すごいよね、リアルタイムでね。嬉しい。頑張ろうって思います。ラジオを聞きながらツイッターもつぶやいてくれてみんな忙しかったと思います。すごい、ありがとうございます。一体感がありますね。え、神奈川県ラジオネーム3歳の歳、欅坂ラップ来てます。ラップといえば菅井さん。ちょっとラップ聞きたいですよ。いや菅井さんじゃあ、このラップいきますか。ヨウ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 、緑に染まる、心染まる、緑といえばイエモンだって、欅が好きなんだもん。ありがとう。若干ねちょっと田舎っぽさが入りましたけどね。やばい、ちょっともう超顔が赤くなっちゃった。顔から出ちゃいましたね。なんすかほのちゃん、あたいだって負けられないわよっていう、はい、やっぱり、はい、でもはいなんだ、はい、じゃあもう、はい、ほのちゃんも行っちゃおうかね。1600リツイートありがとうと、はい、いうことでね、じゃあいただきます。上手にプハできるのかな、ごっプハありがとうございます。いいね。え、ノリは、ノリはいらない、わかりました。失礼、ノリはいらないそうでございますね。ありがとうございます。入れたてのような、緑のイエモン、ぜひ目でもお楽しみください。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。
文化放送から生放送でお送りしてますレコメン、今夜はイエモンプレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルと題しましてね、このリスナーからこちら欅坂愛が深まるメールを募集しておりますということでね、すごい楽しみにしてました。たくさん来てますよ。さあ、それじゃあメールの方紹介しましょう、はい、こちらラジオネームタイマイからいただきました。ありがとうございます。僕は欅が大好きなので毎年デビュー日の4月6日は一人でパーティーしています。ね、ちょっと引っかかるとこあるけどもまあこういうご時世だからいいのかな。4月6日のデビューの時は覚えてます2人とも。あ、そうですね、うん、あのちょうどサイレントマジョリティが、うん、あのデビュー曲だったので、うん、なんかその CD ショップとかをグループに分かれて巡って、うん、そこで取材を受けたりとかしましたね。あ、そうなんだね。店回り、はい、どう、自分たちでもなんかするの、なんか今日だねってその日にち的意識はあるの、あ今日4月6日だみたいな。毎年あの今年はなくなってしまったんですけど、うん、あのアニバーサリーライブをさせていただくのでそれで実感したりします、ね、そうなんだね、はい、これ嬉しいよね。一人でパーティーね、何するんだろう。一人パーティー楽しそう。ケーキとか食べるんですかね、ワンホールワンホール食べるのかな。電話してみる。いいか、そこまでね。行きましょうよ。いや食べませんって言ったらそれ終わっちゃうから話がね。あ、嬉しい限りですね。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてラジオネームタイマイは、タイマイレンちゃんで、わかったよお前の気持ちは。僕は自分の子供ができたら名前は優香かほのにします。本当に。ねえ、これはもう今のうちからやめてくださいって言っとく。やめてくださいっていうタイマイにね。嬉しいですよ。これは欅愛ですかね。でも欅坂もだから。どっちが生まれても欅って名前ね、男の子でも女の子でも欅あ、入れたらテスト大変ですよ絶対。あ、そっか、大変だよね。テスト不利になってしまう。そっか、そういうのもあるのか。優香が炎にしますって、これも愛を感じました。嬉しいです、ありがとうございます。読み手がね、読み手がちょっと勇気いるだけで、やだ、もうこっちの恥ずかしくなっちゃう。またポイ、あ、読みたい、読みたい。はい、炎ちゃん遅かったですね。どうぞどうぞ。まだ手挙げる前からどうぞどうぞ。ラジオネーム言ってあげてくださいね。はい、東京都ラジオネームはんぺん侍さんからいただきました。じゃあ行きましょう。欅坂は大きな木、雨や風、太陽や重力に人一倍立ち向かっている。だから強い、だから応援したくなる、だからみんな欅坂46という大気の下に集まるんだ。おー、いいじゃないですか。声と合ってるの感じだね、なんか。ですか。あれ、さてはポエマ慣れてるかね。え、違います。家でもポエムしてんじゃないの、ちょっと。やってないです。ポエってるよ、絶対ね。いや、まさか。なんかポエムに腰が入ってる感じするわ。本当に恥ずかしかったね。え、大木ですよね。あ、大木か。大気って呼んでた。ほら、その辺も、その辺も我が、いいじゃん、別に気持ちじゃん。読み方なんてこっちの自由じゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。大気と書いて、あ、そうそう、大木と書いて大気と読むだから。そうですね。どっちもある。あ、ね、どっちもある。どっちもねえよ。どっちもないからね。すいません。すごく。大木ですね。入り込んだらもう関係ないんだね。どっちもあるっていう声で。そばれを忘れて。あ、でも嬉しいですね。なんか、立ち向かっていく感じが。またポエムが来てますね。あ、そうなんだ。それはもう順番的に。そうですね。順番に行ったら菅井さんからじゃあ行きましょう。行きましょう、行きましょう。楽しみ。ちょっと。やっぱ菅井さんはポエム、ね、ポエムはやっぱり活かしますもんね。いやいや、うん、命がこう吹き込まれる感じが。確かに、うん。字が弾んで見える。ちょっとそれはおかしい。神奈川県ラジオネーム、さゆひなベーカリーさんからです。お、もう始まってる今ラジオネームか、ごめんごめん。ラジオネーム。欅坂って漢字すごくかっこいいんだよな。欅って漢字、漢字？雰囲気？メンバーにぴったり当てはまってるんだよな。ずっと応援していたいんだよな。はい、終わり。はい、ありがとうございました。いや、ちっちゃい跡かが多くて、それをどうやって表現していいかちょっと難しかった。本人も何書いてがいいか分かんない感じだったんだけど、その、漢字、あ、漢字、その、
文字の感じと雰囲気の感じの感じでね、ラジオで聞くとさっぱりしたけど、でもすごくね、愛は伝わってきましたよ。三つ王って出てきそうな感じ。三つ王が出てきそうな感じだったね。いいんじゃないですか。いやでも嬉しい、ありがとうございます。まあポエムに正解なんかないですからね。うん、そうですね。自由です、自由。はい、もしかしたら冗談半分夢半分は分かってないかもしれない。どれだけのアタックで来るのかっていうのを、ちょ一回どれだけのアタックができるのか、ちょっと学生時代思い出して、僕がはいって言うんで、この気合い入れながら打って打つ感じやってもらっていいですか。はい、それでいきますよ。はい、ありゃ、大したことない。山なりの、なんだろう、ボールが見えたけど、そんな感じ。バチコーン、バチコーンでいくのね。気合いた裏腹にすごいチューってのが。おりゃ軽かったな。そんなことないですよ。そんなことないですか。栃木県ラジオネーム、イブリンからいただきました。ありがとうございます。私は欅坂が好きすぎるので、年休を取るたびに、ライブかと上司に聞かれるくらい、社内に、欅坂ファンが知れ渡っています。公認なんですね。はい、ライブです。すごいじゃないですか。これ嬉しいよね。嬉しいですね。それだけもう周りに伝わるぐらい好きです、ね。うん。そうですよ。すごいね。ありがたい、ね。これは愛を感じますね。愛ですね。どうします？レシーブいっときます？え？いきますか。はい。ほい。ありがとうございます。ほい。レシーブの音難しいの、確かにね。俺間違えちゃった。アタックかと思ってレシーブって言っちゃったからね。ちゃんと変えてきたね。ちゃんと変えてきましたね。難しい。よいしょ。続いて、宮城県ラジオネーム、夜明けまでカタツムリ二十歳からいただきました。ありがとうございます。ペアワークやデートなど、二人で何かをするときに、二人セゾンだというのは、欅坂ファンなら常識ですが。ね、僕くらい愛が深いと。一人で何かするときも、一人セゾンだと言います。っていうね。寂しくはないですよ。寂しくなんかないですよ。むしろこの一人セゾンだって言葉を言いたくて、一人でね、ご飯も食べるし、ね、そういうことですよね。いいですね、一人セゾンも。いいですか。これはまあ、じゃあ今度は、菅井さんの方からね、まあ、はい、菅井さんといえば馬術部でしたから、はい、なんかこの馬術のなんかセリフとかあるの、はい、はあはあとか、はいやーとか言うの、いや、なんだろう、なんか堂々とか、堂々、じゃあ菅井さんからのね、堂々いただきたいと思います。お願いします。堂々。ありがとう。いらないですよ。ありがとうございますね。これはどうなんだ。感謝を込めての堂々ということで。菅井さん、もうやっとレコメンに戻ってきた感じがしたでしょ。いつも終わった後に、よかったのかなっていうの。帰り際考えるでしょ。僕なんか毎日考えてますよ。あれよかったのかなとか。ね、答えは出ませんからね。答えのないレコメンですね。だってそんなこと言ったらね、ほのちゃんなんかずっと帰り道に、あれよかったのかな、えいってどうだったんだろうみたいなね。めっちゃ可愛い。ね、いいですね。やるじゃん。そっか、ジャージも緑なのか、そっか。言われてみれば、俺の中学のジャージも緑だった気がする。ええー。思い出したわ。その頃からだ。その頃からだったんだね、俺は。はい、意識されて。俺はその頃から意識されたんだ。ご縁がありますね。確かにね。授業料多く払った気がするもんな、もう嬉しくて。嬉しくてよ。これ寄付です、先生、つって。そう、自分から。こちら、ツイッターのアカウント名行きましょうか。ケイからいただきました。はい。うん、あ、ケイは何すかこれ、マット、あ、マットかね、お家の布団じゃないよ、マットだよねきっとね。さあこちら緑グッズ、自粛期間中に買ったマットがあったのでっていう、ストレッチとかする時のマットですかね。あー、すごいね。ヨガマット、うん、あの菅井さんが諦めたでおなじみの。ちょっと毎朝はできなかったです。で、ヨガを菅井さんは諦めたんですよ。はい、毎朝やろうと思って、朝8時から。すごい。一日で挫折してしまった。一日よ。一日で。挫折早っ。ねえ。レコメン3時間も聞けるの幸せすぎますっていうね、ツイッターありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、こうやってね、ツイッターの方にもね、載っけてくれたらね、こちらでも見ますからね。はい。さあ、こちら、アカウント名、タピオカソテー。勉強するならやっぱりレコメント伊右衛門ってことで、あ、すごいね、伊右衛門飲みながら勉強してくれてるっていう、ノートとペンと伊右衛門ですね。なんかなんだろう、俺だけかな、撮り方がこれなんか意識高い感じがさ、なんかなんか、なんかお前かっこつけてるな、
レコメンリスナーのくせにっていうね。なんかできる大学生っぽい感じのね、取り方してますけども。さあ、ということでね、まだまだ全然間に合いますからね。はい、もうトレンド入りもね、今何位ぐらいまで来てるんですか。33、え、もう30位台に入ってるんだって。すごくない？レコメンリスナーやればできるって菅井さん一言言ってしまってやればできるじゃんレコメンリスナーお願いします。やればできるじゃんレコメンリスナー、ありがとうございます。ねえ、ほのちゃんのほのちゃんの方もね、もしかしたら後で、言ってくれるかもしれませんから、皆さんもしかしたらそれは分かんないよ、それはね頑張り次第ですからね。さあ、というわけでございまして、この後もですね、3人で楽しい放送をお送りしていきます。はい、それじゃあ楽しい放送まだまだ続きます。次回読み間違えちゃった。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃が生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まっちゃえ。やっぱり染まっちゃえ目立つね。欲しいですね、そのうち本とか読み出しちゃうかもしれないんですね。そうね、ウサギがね、でまんじゅうよこせっつってかりんとうまんじゅうっつって、多分それ私ですね、うん、家も持ってこい家もんっつって、家も持ってきてくれっつって言うかもしれませんよ。さあ、続いて愛知県ラジオネーム空飛ぶブータンからいただきました、ありがとうございます。僕は五軍リスナーですが、この前クラスの一軍と欅坂の話で盛り上がりました。嬉しい。欅坂の話になると一軍とか五軍とか関係なしく、楽しく話すことができます。ありがとう。人助けしてるね。嬉しい。ね。でもこれでもう、ね、もうこの方も一軍で。それはない。そんなに甘いもの。そんなに甘いものではないんですよ。多分本人が一番分かってますよ。でも多分普段あんまりあれですよね。多分喋らない仲なんでしょうね。ね。でもそのなんかつながりのきっかけになれたっていうのは。すごいよね。嬉しいですね。共通の話題って大事ですね。いやー、これはもう人助けですよ。でも緊張しただろうね、一軍と話すとき。どうなんだろう。ねえ。もう敬語とタメ語はもう入り混じっちゃってる感じ。想像できちゃう。誰推し何出すかみたいな。わけのわかんない。何出すか。わけのわかんない。会話になっちゃったかもしれないけど、よかったですね。ありがとうございます。ね、引き続き話してほしい。話してほしいね。うんうん、続き、神奈川県ラジオネーム、チワワの空回りからいただきました。ありがとうございます。菅井キャプテンの命令なら、購買で28人分のパンをダッシュで買いに行ってきますっていう。生まれながらのね。もう、命令さえしてくれれば行ってきますよ、つって。じゃあちょっとパン28個をね、うん、クリームパンでお願いしたいんです、ね。で、行ってる最中にもう見えないからっていうか、姿が。だだだだ。耳がいいからすごい聞こえてくるから。ね、できる、確実で欲しいんであれば、もう紙に書いといてくださいっていうね。ね、注文取ってる時間がめんどくさいっていうぐらいのね。すばらしい、愛されてますね。いや、嬉しいです。ありがとうございます。ね、ありがとうございますって。本当に買ってきてもらったみたいな。本当に買ってもらったぞみたいな感じでね。学生時代はどんな感じだったの？学生時代ですか、うん、どんな感じの学生だったの？まあ、ずっと本読んでる感じ？でも休み時間は本読んだりもするし、なんか、うん、友達ってやっぱり私バレーボール部だったので、うん、部活の友達がやっぱり仲良くて、うん、面白い楽しいメンバーが多かったので、うん、ずっとそれを見てただただ笑ってました。あ、そうなんだね。、はい、なんかイケてる軍団層、なんかそなんかね、一ですよ。いや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 、ただのバレー部、ただのバレー部なんて世の中いないもんね。だいたいバレー部だけでも一軍ですよ。いやいや、で本当にもうトークのレシーブとかね、え、何それ、菅井さん何それ、トークで、いやいや聞きたいですよ。トークのレシーブ、え、バレーっていうよね。のりさんの写真集のアザーカットも、ヒマンセね、ヒマンセの方、ヒマンセ作って、そう、わざわざもう菅井さんのあのフィアンセ発売を記念、あれどっちだっけ、のりのヒマンセを発売記念して菅井さん写真集出した、逆逆逆逆やばい。そうですね、肥満せね。菅井さんの見てから見ると、汚ねえんですよ、俺のこのね。同じようなシチュエ
ーションで撮ってください。すごい愛ですね。でもこれもそうです、愛ですよ。ね、菅井さんが笑ってくれるだろうと思ってね、若干引き笑いでしたけどな。いやいやそんなことない。頑張りましたね。千葉県ラジオネームバシからいただきました。ありがとうございます。僕のポエムをぜひ聞いてください。おお、ついに。これって俺が言うですか。耳をすます。じゃあ行きますよ。はい。欅坂って一人一人の個性が強いんだな。でもそれは喧嘩していない。同じ目標へ向かうためのそれぞれの方法、道具、表現になっている。欅坂の魅力ってそこじゃないかな。はい、終わりましたよ。長めちょっとなんか喋ってる、ちょっとなんか喋ってる。どこで、あ、終わったのかなって思って。なんかまた来てる。あ、でも道具、なるほど。いやー、ポエムはきついな。いやいや、素晴らしいこと書いてあるんですよ。ポエムって言われると急にグッてなりますけどね。構えてしまいます。でも嬉しい、個性をちゃんと見てくださって、ね。じゃあポエムある、ポエム。ポエムない。ポエム来たら次、菅井さん行こう。そうですね。ちょっと怖い、ね。待ってます。神奈川県ラジオネーム、かませ犬レモンサワー。ありがとうございます。欅坂あるある。お、菅井さん、ライブの MC で、尾関さんにキラーパスしがちっていう。ああ、菅井さんはよくそれでパスで逃げるからね。あれも一時期ちょっと頼りがちでしたね。あ、そう。はやっぱり何でも返してくれるっていう、なんか信頼してるから。あ、だから別にその困ってるわけじゃなくて、この子だったら何言っても大丈夫だ、尾関さんだったら大丈夫だろうってことでね。尾関はどうって、うん、よく言っちゃいがちでしたね。さすが菅井さんですね。いやいやいや、レコメンでもすぐねメンバーが来るとそっちが逃げますもんね。どうもどうも打ってね。最近はあえてちょっとわざと言ってますね。わざと、尾関はどうって。あ、わざと言ってね。だからほのちゃんも菅井さんからこういうキラーパスが来たら一人前っていう証拠ですよ、これね。でも、結構言ってくれます。言ってるんかい、もう。違います、違います。もう言ってるんかい。話振りようって言ってくれたりするんですけど、うん、たまに、それがない、うん、話振りようって逆に言っといて。あって、その時は、大抵そのメンバーの一斉。のは有酸素運動に入る入んない。入んない。いや、やっぱストイックだから、二人は。そうなんだね。それは有酸素なんない。どっから有酸素なのじゃあ。あ、でも、息が上がる。上がるよ、あれ、来ちゃったの。心拍数が上がる。それは心配になりますね。最近はね、脱ぐ方も大変になってきたけどね。あ、そうなんだね。心拍数上げなきゃいけないんだね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。さあ、そんな感じでね、今日はもう3時間、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、タイトルコールから行きましょう。はい、お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほののレコメン。レコメン。さあ、それではですね、早速今夜の企画を発表いたしましょう。こちらです。緑に染まる、欅に染まる、あなたの欅坂愛大募集。というわけでございまして、先ほどもお伝えいたしましたが、今夜はですね、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルと題しまして、欅坂46の菅井さんと田村ほのちゃんと一緒にお送りしてまいりたいと思います。さあ、まあね、もう緑といえば欅坂46のイメージカラーでもあるということでね、レコメンリスナーからは、欅坂愛が深まるメールを大募集したいと思います。あなたの欅坂愛を教えてください。じゃあ例えばがあります。菅井さんとほのさんのためなら私火の中の栗も拾えますねえ。熱々、全然楽勝でスキップでいっちゃう。俺だってスキップでいっちゃいますよ。優勝なんもう一個取っちゃおうなんていう感じでね。そのぐらい皆さん愛があります。そして、欅好きなら知って当然、菅井さんはゲストで後輩が来ると先輩風を吹かしがちっていう、今日も吹かされました。うーん、まだ、うーん、これからかな。これからなんだ。覚えないですよ。先輩風に吹かれてもっていうね、あの名曲がありますけど。ありますあります。ちょっと違います。先輩風に吹かれてもって。無理やり。いや、あの、入れますね、これは花粉って言ってね、あの、ミキサーさんがやってくれるから大丈夫よなんて言われなかった、この。言われない。
あ、でもあのやっぱり引っ張っていってくださいます菅井さんは。そうだね、やっぱ引っ張ってくのは菅井さんの生きがいですもんね、言ってみればね。いや、そんなかっこいい行ったことないですね。行ったことないですか。そして、欅坂愛をポエムにしたためました、聞いてくださいなんていうリスナーもいるかもしれませんね、まあ、聞く聞かないは置いといてね、とりあえず熱い気持ち聞きましょうよ。いや結構ポエムはほら自分で楽しんでもらいたいじゃない、こっちまで巻き込まれるとその感想がなきゃいけないんだよ。そのおーっていうね、まあ、もしかしてね、自信があれば、ポエムもしたためて送ってください。はい、あ、2人もどうですか、欅坂愛ありますか。ああ、ありますよ。ね、びっくりじゃないですか、お家の中に。入ってないです、全然。名前がついてる、すごい木が。すごいね。あとなんかお財布とかも緑がいいって言いますね。お財布なんか緑にするとなんか真面目になれるから、その浪費を抑えられるみたいな、その衝動買いってなんか聞いたことあって、緑です、ずっと買いましたね。だって試験会場とか黒板とか、まあ、その学校の時でもね、緑って黒板があっていいもんね。目には優しいと言うじゃない、なんか目が悪くなってくると緑見なさいとかっていうね。確かに緑やばいじゃない。緑やばい。ね、今日もね、みんなおのずと緑のものをね、身につけて放送してる、はい、おのずとというか、ちょっと緑の服着てきました。びっくりしてね、はい、このちゃんは緑のスカート。はい、ね、スカート。菅井さんが緑、上下緑できましたよ、気合で。すごい。のりも大好きな欅のね、あのタオルを。タオル、ありがとうございます。かけてるっていう。いや、これ偶然だから別に、ありがとうっていう。ねえ、そういった感じで。ね、怪しいけど。ね、緑ってのはすげえなってわけでございますね。すごいね。ぜひとも皆さん、自然のエネルギーをもらいたいときは、緑をね、身につけてみたらいかがでしょうか。はい、以上、レコメンニュースネットワークのコーナーでした。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル、緑で発見意識高い系。さあ来ました、皆さんの周りの揃ったね、すごいよ、ね、分かりやすかったです。いきなりディレクターにさ3人で言うなんて言うから3人で言うなんて言うわけないじゃない、もう言われたからやるしかないからね。急にみんなで緑発見なんてふわふわした感じで、力強さこそなかったけど揃いました。さあ、こちらですね、皆さんの周りで意識高い系な人々の行動を送ってもらうコーナー。さあ今夜もですね、番組がリスペクトするサカナクションさんの曲とともにお送りしてまいりたいと思います。さあ今夜はですね、緑に染まれスペシャルということで、意識高い系な欅坂ファンの行動を送ってもらってるんですが、でまず意識が高いっていうのはどういうことなのか、サカナクション山口さんの名言をご紹介いたします。こちら、音の数が少ない音楽ほど色が濃い。さあ菅井さん、そういうことですよね。アカペラの方が濃いってことですか、うん、いや、あ、そういうことなのかね。何でもかんでもたくさん使ってるよりも、なんか言葉が入ってくるっていう感じなのかね。あ、色が濃い、ほのちゃんどうですか、全くこっち振るなよ的な感じの空気を。いやなんかでもあれですかね、なんかいろんな楽器を、うん、めっちゃ個人のあれなんですけど、うん、めっちゃ使うのもすごいかっこいいけど、うん、なんか少なければ少ないほどその楽器の良さというか、うん、楽器もそうだし声もそうだし、うんおにぎりばっかり。そうですね、おにぎり。さあせっかくならお二人も飲んでみてください。はい。さあ、菅井さん。はい、どうぞ。ああ、うまってん。出た。え、なんて言いました今。うまってん。うまんてんが出ましたか。これは？馬だけに。ああ、やられた。なんですかそれは。次のほのちゃんのこと考えてあげた。次のほのちゃんが大変だよね。本当に美味しいです、うん、はい、いいですよね。程よい苦味が癖になりますね、うん、ねえ、うん、さあじゃあほのちゃんも飲んでみてください、はい、今ねそれどころじゃないと思いますよね。ちょっと考えちゃって。いただきます。はい、どうぞ。うまりりき来ました。うまりりき、これは何ですか。うま、その心は、うん、その心はうまだけに。うまだけにやられた。やられた。さあお二人がねそんなふざけてる間にもなんとね、ありがとうツイッターがもう間もなく、先ほどのリツイートが2000ぐらいがもう見えてきてるんでしょ。本当ですか。すごい。トレンドの方も21位と22位に、
この時間からで入ってるんでしょ、すごい。ありがとうございます。あの、暴れのりさんが見たいですね。暴れのりさん。写真暴れのりさん。ちょっと待って。初めて聞いた。菅井さん、いいのね、俺今日、暴れのりやっちゃった。暴れのり。本当にいい加減さあ、ということで皆さん、暴れのり、今日は解禁でございます。さらに美味しくなった家も、ぜひ飲んでみてください。読売中高生新聞プレゼンツ、実力レコメンリスナー事件も。この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し、鬼デスクののりさんと新人記者の私菅優香、そして今日は田村穂の記者と聞き込み取材をしていきます。はい、紹介した事件はですね、厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません。さらにネタを紹介された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。じゃあ早速今日のタレコミを紹介してくれ。はい、今週は栃木県ラジオネーム北の緑茶さんからの情報です。先日バイトの帰りにスーパーで買い物をした時、家の鍵がないことに気づきました。はい、宮城から進学のために上京して一人暮らしをしているので家には誰もいません。そのため一生懸命探しましたが鍵は見つからず、終電の新幹線に乗ればギリギリ宮城の実家に帰れるという考えが頭をよぎった時、まさかの展開が待っていました。え、ちょっと待ってください。なんだろう、今上京して東京にいるんだよね。はい、で家の鍵がないって言って、あれ、まだ新幹線に乗れば実家に帰れるぞ宮城にっていう。いや、すごい考えない、ちょっと。まあ鍵なくしたら大変だもんね。気をつけてください。さあ、いきれません。さらにネタを採用された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。たくさんのメールお待ちしております。さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますので、そちらもチェックしてください。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村穂乃が生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。さあ、もう2時間が経とうとしてますね。あと1時間、あっという間だね。でもね、早いですね。お、今流れてるのは、はい、今もノリが絶賛大ハマり中のね、はい、こちらエイトさんの香水っていう。あ、ね、エイトさんじゃねって。エイトさんじゃね、これエイトさんじゃねっていう。エイトさんじゃねですね。ドルチェ&ガッバナーノですよ、これね。大好きなんです。さあ、なんと来週のレコメンにはですね、はい、こちらエイトさんが遊びに来てくれるってことで、月曜日、来週の月曜日、7月13日。お会いできるんですね。そう、もう大ファンでちょっと緊張してるよね。なんかね、楽しみにしていただければと思います。さあ、先ほどね、調べたところ、はい、ツイッターではもうね、リツイートが2000いってるってことで、見事、暴れのりが。暴れのり、うん、菅井さんが適当に言ったもんだけど、はい、暴れのりって何？なんか踊ってるところを撮って。あ、そうなんだ、ね。思うがままでって。待って待って、ちなみにこれ、放送上でそれとも、その後5時、俺後で撮るのね。どっち？どっちもですよ。どっちも。大変だ。じゃあ、暴れのり済ましておかないとな。暴れのりなんかアドバイスくんない？どういうふうにやるんだよって。魂の雄たけびを。OK です。お願いします。すごい。いきます、暴れのり。暴れのりが来るぞだけ、菅井さんくれる？わかりました。うん、暴れのりが来るぞ。はい、どうぞ。あ、もういいんですね。はい。暴れのりが来るぞ、おー、暴れるぞ、暴れるぞ、暴れてやろうか、暴れてやろうか、おーすごい、暴れのり来ましたね。いやー、来ました。ほのちゃん、ほのちゃんやっぱ2000リツイート言ったから、ワイルドほのちゃん行ってこうか。ここね、ワイルドほのちゃん行ってみようか。いけるワイルドほのちゃん。いけますよ、うん。朝からコーンスープを飲んだんだぜ。ワイルドだろ。全然ワイルドだぜ。だってすごいよね。朝、昼だもん、やっぱコーンスープはやっぱり、そういう意味ではね。さあ、ということでね、もしかしたら2100リツイートいったら、うん、菅井さんのね、暴れ菅井が楽しみ、暴れ菅井が見れるかもしれませんから、ちょっとね、正直な話、行っても行かなくても多分、欅坂のためなら、うん、トマトのヘタも食べます。ちょっと待って、トマト食べるよ、むしろ、ごめん、俺が申し訳ない。
違う違う。じゃあ、オート、オートもあろう方がだよ。下手ぐらい食べろよって思うけどね。確かに。確かに。成り立てなのかな、大替わりしたばっかりなのかな、トマト。そうか、世代も。だから、下手も食べますっていうね。でも、地味。そうだよね。でも、下手を好んで食べてる人って、俺は会ったことないからさ、残すものと思っちゃうけどね。確かに、下手を食べちゃうよってことですかね。そっか、本当は、本来ならずっと見ていたいはずの緑を食べちゃうっていう。愛が深い。いや、それは多分深読みすぎじゃない？菅井さん。そっか。そういうことではない。うん、そういうことではないんじゃないかな。トマトを謎深まるわ。いや、でもありがたい。気になりますね。面白い。さあ続いて、ツイッター客の方も盛り上がっておりますっていうことでね、ハッシュタグレコメン、ハッシュタグアイドルもお茶も緑でね、はいはい、ぜひともお願いいたします。お願いします。さあちなみに、これツイッターアカウント名が、はい、早すいからいただいたんですが、地元の中学のジャージを乗っけてるそうですね。あ、本当だ。いいね、まさに緑だね。いいですね。やるじゃん。そっか、ジャージも緑なのか。そっか、言われてみれば俺の中学のジャージも緑だった気がする。へぇ、思い出したわ。その頃からじゃあ、その頃からだったんだね。俺は、はい、意識されて、俺はその頃から意識されたご縁がありました。確かにね、授業料多く払った気がするもんな。もう嬉しくて嬉しくてよ。これ寄付です先生っつって。あ、そう、自分から。こちらツイッターのアカウント名いきましょうか。ケイからいただきました。はい、はい、うん、あ、ケイは何すかこれ、マット。あ、マットかね。お家の布団じゃないよ、マットだよねきっとね。さあこちら緑グッズ、自粛期間中に買ったマットがあったのでっていう、ストレッチとかする時のマットですかね。あー、すごいね。ヨガマット、ヨガマット、うん、あの菅井さんが諦めたでおなじみの。ちょっと毎朝はできなかったで、ヨガを菅井さんは諦めたんですよ。はい、毎朝やろうと思って、朝8時から。すごい。一日で挫折してしまった。一日よ。一日で挫折早。ねえ。レコメン3時間も聞けるの幸せすぎますっていうね、ツイッターありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、こうやってね、ツイッターの方にもね、載っけてくれたらね、こちらでも見ますからね。はい。さあ、こちら、アカウント名、タピオカソテー。勉強するならやっぱりレコメンとイエモンってことで、あ、すごいね、イエモン飲みながら勉強してくれてるっていう。ノートとペンとイエモンですね。なんかなんだろう、俺だけかな、撮り方がこのなんか意識高い感じのさ、なんかお前格好つけてるな、レコメンリスナーのくせにっていうね。なんかできる大学生っぽい感じのね。欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まっちゃえ。やっぱり染まっちゃえ目立つね。持ってくよね。そんなつもりなかった。いや、許すまじですよ、これはもう。悔しい。さあ、文化放送からお送りしてます。さあ、もう1時間経ちましたよ。早いですね。あっという間でございます、はい。さあ今夜はですね、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まれスペシャルと題しましてね、こちらですね、緑がイメージカラーである欅坂46のこの方たちと一緒にお送りしてます。改めて自己紹介お願いします。はい、こんばんは、欅坂46の菅井優香です。こんばんは、欅坂46の田村ほのです。はい、改めてよろしくお願いしますね。お願いします。さあ、じゃあね、今日はリスナーからもメールもたくさん来てますね。紹介しましょう。さあ、欅坂愛来てますよ。うん、埼玉県ラジオネーム夏のみかんからいただきました。ありがとうございます。欅坂46のメンバーが出ている番組は全部見ます。へー、夜中や朝早い時間帯にやる番組は録画したり、目覚ましをかけたりして必ず見ています。ありがとうございます。嬉しいね。これこそ愛ですね。18歳ね、若い。18歳なんてこの一番眠たい時じゃない。わかります。なんかね、もう眠てえな。いくら寝ても平気で10時間とか寝ちゃうんだから。だけどもう目覚ましかけて見てくれ て、 嬉しい。ただまあ証拠がないけどね。いや、本当です、本当ですから。そうだよね。俺がなぜこんなに疑うかもわかんないけどね。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いていきましょう。大阪市ラジオネーム怪盗ソルトからいただきました。ありがとうございます。おー、すごい。何、へー、ちょっと気になる。スケジュール帳には、はい、メンバーの誕生日を全員分記入しています。うわー、
すごくない？多いですよ、メンバー。ねえ。え、みんなはどうなの？頭の中に全員分入ってる？菅井さん携帯出さないよ。いや、でも入れてますね、全員分。入ってる。でも手帳じゃないんです。あの、本当に携帯の。うん、あるよね、あそこに。あ、でもすごい。あ、ちゃんと入れてるんだ。でも年中、ちゃんと5分前になるようになってます。うわ、すごい。メンバー愛じゃね？まさにねえ、メンバー愛じゃねえそれ。ほのちゃんはどう？私あの全体のスケジュールに、うん、メンバーの誕生日にあの入ってるんですよ、メンバーの誕生日が。はい、で結構個人的にそのスケジュールで基本生活してるので。ああ、じゃあそれもメンバー愛じゃねえ、すごくない？はい、あ、そうです。こちら欅坂46のね、ゆかのすけさんと今日は、はい、田村ほのちゃん、ほのえもんと、はい、ね、ほのえもんも一緒に、お送りしていきます。ネタが採用されましたら実際に読売中高生新聞で働く記者の方の電話取材を受けた後、うん、本誌に掲載されるかもしれません、うん、そして紹介した事件を送ってくれたリスナーにはオリジナル手帳をプレゼントいたします、うん、その他どんなことでも気軽にメールを送っちゃってください。もうこちら欅坂の2人やね、私への質問相談ツッコミ、まあせっかくだからね、お二人に聞きたいこともいっぱいあるしね、やっぱ生放送でやってますからね、ぜひぜひ何でも聞いてください。何でも聞きたいと思いますね。すべての宛先はこちらまで。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net、 レコアットマーク JOQR.net、 メールを紹介させていただいた方皆さんにレコメン特製クリアファイルをプレゼントいたします。そしてレコメンファミリーの番組セクシーゾーンの QR ゾーン、熊田凛香ちゃん、リンクマメガヘルツ、キンキッズ、どんなもんやも絶好調でお送りいたします。さらに、深夜1時からはですね、レコメン一人組手にはお笑い芸人のスギちゃんね、ワイルドだろうが、登場してくれますんで、すごい。あ、これもしかしてね、あれですね、欅坂の2人にもスギちゃんっぽい喋り方してくださいみたいなメールがもし来た場合よ、来なきゃいいんだから、来ちゃった場合はね、もし鳥じゃないですか、ね、やめてくださいよ。何でも構いませんよって言っちゃったもんだからね。スギさんはね、来なきゃいいじゃない。来なければやらないで済むんだから、ぜひとも皆さんくれぐれもね、そんなやつは送らないでください。よろしくお願いしますね。先ほどお伝えしたツイッターのほかね、レコメのホームページ公式 LINE なんかもありますんで、ぜひね、チェックの方お願いいたします。さあ、それじゃあですね、ラスト2時までよろしくお願いします。それではここで1曲、それじゃあ曲紹介の方お願いします。欅坂46でサイレントマジョリティ。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。染まれ染まれ、染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まれ、染まっちゃえ。レコメンニュースネットワーク。ちょっと今の超可愛くないですか？いやいや、3人とも可愛いって奇跡ですよ。ね、いや2人が可愛いは分かるんだけど、俺まで可愛かったね。イエモンのおかげだ。ね、彼が一番。染まれ染まれ染まっちゃえってほのちゃん変えてきたらちょっとね。ちょっと3人で、ね、3人でやろうと思ったのに急に1人だけ染まっちゃえって、さらにまあ3人目だからね、そして変えなきゃいけないっていう仕上がってますよね。気持ち一光さんっぽいけどね、染まれ。気持ち一光さんっぽいとかありましたけども、さあ、ここからはですね、明日お友達に話したくなるかもしれないニュースを皆さんにご紹介してまいりましょう。では本日のニュース、郡司セリカちゃんお願いします。さあ、こちらニュースの方、そうでお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。文化放送から生放送でお届けをしておりますレコメン。さあ、これですね、4月にリニューアルしたサントリー緑茶イエモンをご紹介したいと思います、うん、はい、2004年の発売以来、幅広いお客様から高い評価をいただいているサントリー緑茶イエモンですが、はい、新しくなったイエモンはどこが変わったでしょうかっていう。さあ、はい、チクタクチクタクチクタクCM でもおなじみのチクタクを生でありがとうございます。もう自分から呼ばれちゃいましたね。ちょっと、ね、こう言われたらもう出たくなっちゃう。じゃあしばらく考えましょうか。じゃあ菅井さんお願いします。チクタク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 ボーン。さあ皆さん、答えは簡単でございますね。じゃあほのちゃん、正解は？答えは緑です。
ありがとうございますね。独自の技術で、緑茶本来の鮮やかな緑の水色を実現しているんです。この水色ってね、この水色って書くんですが、すごい綺麗な色をされてますよね。透き通ってますね、緑。そうなんですよ。そしてね、その鮮やかな緑の水色を体感していただけるよう、このね、ボトルのラベル面積を小さくしていますが、実はね、このラベルを外していただくと、このラベルの裏やね、ボトルの中央部にですね、招き猫とかね、七福神なんかこの縁起がいい、可愛いイラストが隠れてるんですね。じゃあ、剥がしていいですか？そう、じゃあ行きましょうよ。じゃあ今飲んでる伊右衛門のラベル剥がします。お、いいですね。よいしょ、かっこいい。いいじゃない。あ、かわいい。ねえ、さあ。招き猫、あの、だるまも。お、すごい、すごい、かわいい。いい音。あ、すげえね。お、かっこいい。ほのちゃん負けじとね、行きました。ワイルドに行きましたね。スギちゃんがスタンバってますからね。さあ、こちら、あ、僕のすごいよ、これ。亀が、これ3つ乗ってる感じの招き猫とね。しかもこの、あ、ラベル剥がしたラベルの紙の裏にも、うん、あ、一つ一つ違いますよ。あ、本当だ。私ダルマです。ダルマ三つ。私はカメだ、カメですね。僕猫。すごい。すごいね。すごい。これ俺知らなかったわね。まあ、そんな感じで皆さんね盛り上がっちゃってくださいってことですよね。楽しめますね。まさにイエモンカモンって感じですねこれ。イエモンカモンだ。イエモンカモンいいですね。ありがとうございます。いやこれね。もう、家門の方から口の中に入ってくる感じ、もうカモンしちゃってる感じがあるんですよね。しつこい自分のこの、今ひらめいちゃったやつがしつこいとこありますが、ぜひともね、家門カモンで今からでもね、はい、ハッシュタグでつぶやいていただければ。もういいか。もういい。それではここで一曲、それじゃあ曲紹介の方お願いします。欅坂46で、サイレントマジョリティ。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。染まれ染まっちゃえ、ごくごくごく染まれ染まっちゃえ。レコメンニュースネットワーク。ちょっと今の超可愛くないですか？いやいや、3人とも可愛いって奇跡ですよね。いや、2人が可愛いは分かるんだけど、俺まで可愛かったね。イエモンのおかげだ。ね、誰が一番染まれー染まれー染まっちゃえってほのちゃん変えてきたらちょっとね。ちょっと3人で、ね、3人でやろうと思ったのに急に1人だけ染まっちゃえって、さらにまあ3人目だからね、そして変えなきゃいけないって仕上がってますよね。気持ち一行さんっぽいけどね、染まれ気持ち一行さんっぽいとこありましたけども、さあ、ここからはですね、明日お友達に話したくなるかもしれないニュースを皆さんにご紹介してまいりましょう。では本日のニュース、郡司セリカちゃんお願いします。さあこちらニュースの方行かないかな、行けないかな、行っちゃってー、行っちゃってー、行った。さあ、二つニュースを紹介しましたが、すごくない緑。緑最強。緑やるじゃん。やりますね。ねえ、まずはファッション用語だったっていう説があるんだってよ。知らなかったです。ねえ、着ている服からも自然のエネルギーを身にまといたいっていう。ねえ。僕たちのその諸先輩方が、そう思ったんだね。だから自然と緑の服を着ている時なんてのは、やっぱり落ち着きたいとか、そういうなんかあるんだろうね。言われてみれば、僕もね、初めて買ったトレーナーがね、チャンピオンのトレーナーが緑色だったの、今思い出したら、緑色の服買った、あ、チャンピオンのトレーナー買ったなっていうね、今思い出しちゃった。そして、落ち着きたい時は緑が一番ですって。いいですね。しましたね。お家に観葉植物とか置いてると、すごい、落ち着きますもんね。ああ、確かにね。ごめんね、お家に観葉植物置いてないから、ごめんね、その話についていけなくて。ほのちゃん置いてる？お家に観葉植物。憧れはすごいあるんですけど。憧れは俺もあるよ、憧れはね。そうだよね。はい。なかなか一歩出ないですね。ねえ、すごい。産地では観葉植物っていうか、もうなんか、すごい木が生えてる。木生えてない。お家の中に。生えてないです。生えてないです。全然。名前がついてるすごい木が。すごいね。あとなんかお財布とかも緑がいいって言いますね。お財布？なんか緑にするとなんか真面目になれるから、その、浪費を抑えられるみたいな、その、衝動が。
ってなんか聞いたことあって、緑ですずっと変えましたね。すごいね。だって試験会場とか黒板とか、まあその学校の時でもね、緑って黒板があっていいもんね。目には優しいと言うじゃない、なんか目が悪くなって。さあ、じゃあせっかくだから、じゃあ二人にもなんかこう、まあ今回は励ましっていうよりも気をつけなさいよみたいなね、感じの言葉欲しい？欲しいです。いやいや、それ言われたって、それ俺はあげたいけど、二人がなんていうか、菅井さんいいですか？まあ、いいでしょう。ほら、本当に。じゃあ、お願いいたします。はい、じゃあ、北の緑茶、お茶飲んで気をつける馬力だぞ。出ました。ありがとうございます。気をつける馬力。ね、ちょっと無理やり感あります。だいぶね、ちょっとじゃないです。だいぶですよ。当てちゃった。ちょっと当てちゃった。当てちゃいました。それじゃあ、ほのちゃん、いける？いきなり来てもらって申し訳ないけど、はい、お願いいたします。北の緑茶、お茶と一緒に、もう次は鍵なくしたらあかんで。はい。来ました、あかんで。あかんで、ね、いいね、そっか。なんかよくわかんない日本語になっちゃいました。なんかごめんなさい。みんなを悩ませるなよ、ほんとに。わかったか、北の緑茶、気をつけてね。緑茶が来ました。まあ、こういうご時世だけど楽しいね、学生生活を送れるように祈っております。じゃあね。はい。はい、はい、失礼します。ありがとうございます。ごめんなさい、二人にね、本当負担がでかすぎて。ほのちゃんの言った後の悲しそうな顔、私何言ってんだろう。ちょっと我に返す。ありがとうございます。このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中。受付メールアドレスはreco@joqr.net です。件名のところに事件簿と書いて送ってください。電話番号の記載も忘れなく。放送後には実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話取材を受けた後に厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません。さらにネタを採用された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。たくさんのメールお待ちしております。さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますので、そちらもチェックしてください。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。さあ、もう2時間が経とうとしてますね、うん、あと1時間、はい、あっという間だね。でもね、早いですね。お、今流れてるのは、はい、今もノリが絶賛大ハマり中のね、はい、こちらエイトさんの香水っていう、はい、ね、エイトさんじゃねって、エイトさんじゃね、これエイトさんじゃねっていう、ね、ドルチェ&ガッバナーノですよこれね。好きですね、ノリさん。大好きなんです。さあ、なんと来週のレコメンにはですね、こちらエイトさんが遊びに来てくれるってことで、月曜日、来週の月曜日7月13日、じゃあお会いできるんですね。そう、大ファンの、大ファンでちょっと緊張してるよね。なんかね、楽しみにしていただければと思います。さあ、先発売を記念、あれどっちだっけ、ノリの肥満瀬を発売記念して菅井さん写真集出した。逆そうですね、肥満瀬ね。菅井さんの見てから見ると汚ねえんですよ、俺のこのね。同じようなシチュエーションで撮ってください。すごい愛ですね。あ、これもそうです、愛ですよ。ね、菅井さんが笑ってくれるだろうと思ってね、若干引き笑いでしたけどな。いやいや、そんなことないです。頑張りましたね。千葉県ラジオネームバシからいただきました。ありがとうございます。僕のポエムをぜひ聞いてください。おお、ついに。これって俺が言うですか。耳をすませ。じゃあ行きますよ。はい。欅坂って一人一人の個性が強いんだな。でもそれは喧嘩していない、同じ目標へ向かうためのそれぞれの方法、道具、表現になっている。欅坂の魅力ってそこじゃないかな。はい、終わりましたよ。ちょっとなんか喋ってる、ちょっとなんか喋ってるよ。どこで、あ、終わったのかなって思って、そしたらなんかまた来てる。あ、でも道具、なるほど。いやー、ポエムはきついな。いやいや、素晴らしいこと書いてあるんですよ。ポエムって言われると急にグッてなりますけどね。構えてしまいます。でも嬉しい、個性をちゃんと見てくださって、ね。じゃあ、ポエムある、ポエム。ポエムない。ちょ、ポエム来たら次、菅井さん行こう。そうですね。待ってます。神奈川県ラジオネーム、かませ犬レモンサワー。ありがとうございます。欅坂あるある。お、菅井さん、ライブの MC で、
尾関さんにキラーパスしがちっていう。菅井さんはよくそれでパスで逃げるからね。あれも一時期ちょっとあの頼りがちでしたね。あ、そう。はやっぱり何でも返してくれるってなんか信頼してるから。あ、だから別にその困ってるわけじゃなくて、この子だったら何言っても大丈夫だろ、尾関さんだったら大丈夫だろうってことでね。尾関はどうって、うん、よく言っちゃいがちでしたね。さすが菅井さんですね。いやいやいや、レコメンでもすぐねメンバーが来るとそっちが逃げますもんね。どうもどうもうつってね。最近はあえてちょっとわざと言ってますね。わざと、あ、わざと言ってね。だからほのちゃんも菅井さんからこういうキラーパスが来たら一人前っていう証拠ですよ、はい、これね。でも結構言ってくれます。言ってるんかい。もう違います違います。もう言ってるんかい。あの、話振りようって言ってくれたりするんですけど、うん、たまにそのそれがない、うん、あの、話振りよって逆に言っといて、あって、その時は、大抵そのメンバーの一斉、えっていう、その驚きが、そっか、いつも確認してから言うから、はい、基本、うん、みんなに回るように割り振ってやってるんですよ。うん、で、決まってる場合はもう事前に伝えるような、ん、笑ってました。あ、そうなんだね。はい、なんか、イケてる軍団層、なんか、なんかね、ですよ。いや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 。バレー部、ただのバレー部なんて世の中いないもんね。だいたいバレー部だけでも一軍ですよ。いやいや、本当にトークのレシーブとかね。何それ、菅井さん何それ。トークの、いやいや、聞きたいですよ。トークのレシーブ。え、バレーってこっちのどっちのバレー？そうです、バレーボールです。アタックする方のやつだよね。そうです、そうです。あ、そうなんだね。すごい。じゃあずっと部活頑張ってたんだね。そうですね。だからなんかそのキラキラしたみんなが多分思い浮かぶような方じゃなくて。ドロにまみれた。何だろう、なんか汗流してっていう方でした。はい、だってあれ暑いんだよね、床にするとあれ火傷みたいな感じでね。でもかっこいいバレーできるなんて。すごいね、頑張ってたんだね。でもそこの頑張りが今でもこの欅坂の中でもね、通じてますよね。そのファイトで根性だったりとかそういう。どうなんですかね。また違います。また違う。いや、わかんない。そうだったらいいなって思うんですけど。そうだよ。菅井さんもね、乗馬でね。あ、はい。馬術？乗馬？馬術部でしたね、うん。かっこいい。最近言えるようになったからもう。馬術部。いや、ずっと言えますよ。言えてました。はい。でもその中高の時は、あの、野外部っていうのに入ってて、うん、結構山登りとかしたりしてました。いいな。そうなん、その辺。自然の緑に囲まれて。ああ、きしょ、やられましたよ。さすがキャプテンですね。さすがキャプテン。嬉しいな。鼻が伸びてきた。どれ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 。鼻伸びちゃん、どれどれどれ。埼玉県ラジオネーム三丁目の勇気。カラオケに行ったら必ず欅坂の曲を30曲以上歌いますって。そう。すごいね。すごい。はあ、もう本人、もうコンサートの本人たちよりも歌ぐらいの勢いで。一回ライブできちゃいますね。すごいね。嬉しいな。もうみんな好きな連中で、もう俺が歌う、俺が歌うとかっていうところなのかな。まあ今のご時世なかなかね、カラオケとか行きにくくなっちゃってるから早く収まってね、みんな喉をダメにするぐらい歌ってほしいよね。また歌ってほしいです。とか一人で歌うの大変だから。確かに。全セリフ、ラップみたいな。だからリモートでやってるかもしれない、みんな。ちょっと時差。リモートで。埼玉県ラジオネーム、ソイソース。ありがとうございます。僕は欅坂46が好きすぎて、バイトのシフトは、公式サイトのスケジュールを見て決めています。すごいね。ありがたい。見逃さないでくれてるんですね。だから夏とかコンサートとかが多い時なんか大変でしょうね。ああ、ね、そういうイベントなんかが多い時には。でもなんかそれ私もわかります。うん、あの、ファンの時に、うん、やっぱりそのライブとか行きたいから、うん、でもそんなにめちゃくちゃ前に入れないです。全然。名前がついてるすごい気が。すごいね。あとなんかお財布とかも緑がいいって言いますよね。お財布？なんか緑にするとなんか真面目になれるから、その浪費を抑えられるみたいな、その衝動がいってなんか聞いたことあって、緑ですずっと買いましたね。すごいね。だって試験会場とか黒板とか、まあその学校の時でもね、緑って黒板があっていいもんね。目には優しいと言うじゃない、なんか目が悪くなったりすると緑見なさいとかっていうね。確かに緑やばいじゃない。緑やばい。ね、今日もね、みんなおのずと緑のものをね、身につけて放送してる、はい、おのずとってちゃんと緑の服着てきました。びっくりしてね、はい。ほのちゃんは緑のスカート。はい、ね、スカート。菅井さんが緑、上下緑で来ましたよ、気合いで。
のりも大のりも大好きな欅のね、あのタオルを。タオル、ありがとうございます。かけてるっていう。いや、これ偶然だから別に。ありがとうっていう。ねえ、そういった感じで。怪しいけど。ねえ、緑ってのはすげえなってわけでございますね。すね、ぜひとも皆さん、自然のエネルギーをもらいたいときは、緑をね、身につけてみたらいかがでしょうか。以上、レコメンニュースネットワークのコーナーでした。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル、緑で発見意識高い系。さあ来ました、皆さんの周りの揃ったね、すごいよね、分かりやすかったです。いきなりディレクターにさ3人で言うなんて言うから3人で言うなんて言うわけないじゃない、もう言われたからやるしかないからね、急にみんなで緑発見なんてふわふわした感じで、力強さこそなかったけど揃いました。さあ、こちらですね、皆さんの周りで意識高い系な人々の行動を送ってもらうコーナー。さあ今夜もですね、番組がリスペクトするサカナクションさんの曲とともにお送りしてまいりたいと思います。さあ今夜はですね、緑に染まれスペシャルということで、意識高い系な欅坂ファンの行動を送ってもらってるんですが、じゃまず意識が高いっていうのはどういうことなのか、サカナクション山口さんの名言をご紹介いたします。こちら、音の数が少ない音楽ほど色が濃い。さあ菅井さん、そういうことですよね。アカペラの方が濃いってことですか、うん、いや、あ、そういうことなのかね。何でもかんでもたくさん使ってるよりも、なんか言葉が入ってくるっていう感じなのかね。色が濃い、ほのちゃんどうですか、全くこっち振るなよ的な感じの空気を。いやなんかでもあれですかね、なんかいろんな楽器を、めっちゃ個人のあれなんですけど、めっちゃ使うのもすごいかっこいいけど、なんか少なければ少ないほどその楽器の良さというか、楽器もそうだし声もそうだし、が入ると思うんですよ結構。確かに。そしてあの8月12日に、欅共和国2019の DVD& ブルーレイが発売されることになりました。やってました。夏のもう今までで一番、去年のライブですけど、歴代で一番お水を使った、しかもストーリー性のあるライブだったのですごく楽しかったです。ぜひ見てください。楽しみに見てください。はい、そして7月29日からローソンさんとのキャンペーンが始まります、詳細はオフィシャルオフィシャルサイトネイティブな発音でね、頑張ってお待ちください。オフィシャルの方でチェックしてくださいってことですね。はい、そうです、以上です、ありがとうございます。さあ今日も3時間ね、イエモンさんのイエモンプレゼンツでお送りしてきました、どうですかね皆さん、緑のね、緑に染まれスペシャルでしたけど、染まりましたかね。はい、ね、いっぱいツイートもしてくださって、すごく嬉しかったです。そうだよ、たくさんツイートしてくれてね、ありがとうございます。あとまたこれから暑い日が続きますからね、水分補給にもぜひともね、家も飲んでください。よろしくお願いします。お願いします。そう、じゃあせっかくだからね、たくさん、何ツイートいったの。2377リツイートいったんだって。2000超えると思わなかった。これもうワイルドスガちゃんいけるんじゃない、この後のゲストもね。本家が来る前にワイルドスガちゃん、ちょっといけるいいんですか、ちょっとそんなやっても、はい、いいっす、いける、はい、はい、どうぞ。今日は朝豪快に顔を洗ったぜワイルドだろ。さすがじゃないですか。ワイルドですね。本人よりワイルドですよ全然ね。なんすか、ワイルドほのちゃんいけんの。じゃあいけですか。ワイルドほのちゃんお願いします。はい、携帯を落としてガラスにひび入ったけど気にしてないぜ。ワイルドだね。ワイルドだろ。すごいね。すごいね。すごい。で、この後のね、あのレコメンね、あのこの後はですね、偽物のスギちゃんがね、どちら？私どっちだ？どっちだ？あ、本物のね、スギちゃんが登場いたしますので皆さんお聞きください。はい。さあ、まだメールいきましょう。千葉県ラジオネームダジャレ王19歳男子。今日の放送最高でした。ありがとうございます。欅坂杯。欅坂愛あふれるメールで、レコメンリスナーの気持ちが緑に染まったと思います。嬉しい、なんか生の大声を聞けてすごく励みになりましたね。すごいよね、リアルタイムでね。嬉しい、頑張ろうって思います。ラジオを聞きながらツイッターもつぶやいてくれて、みんな忙しいと思います。すごい、ありがとうございます。一体感がありましたね。神奈川、あ、神奈川県ラジオネーム3歳の歳、ありがとうございます。
欅坂ラップ来てます。ラップといえば菅井さんラップ、ちょっとラップ聞きたいですよ。菅井さんこのラップちょっと、じゃあこのラップいきますか。ヨウ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 、緑に染まる心染まる緑といえばいいください。採用された方にはレコメン特製クリアファイルをプレゼントします。はい、で先ほども言いましたけども、まあ、メールもお待ちしております。はい、ちなみにメールで一番俺印象深かったのがさ、はい、あの学芸会で木の役をもう欅坂愛が強すぎて木の役をやったっていう。面白 い面白かったけど、それは愛なのかどうかが難しいところの判断もありましたけどね。もう自分の中で決めていいですから、自分の中での欅坂愛っていう意味でね、はい、送ってくれたらこの2人がドーンとね受け止めてくれますんで、安心して送ってください、はい、先ほど言いましたけどね、今夜はツイッターをね使った企画もお届けしております。欅坂のグッズをはじめ、身の回りにある緑色なグッズの写真や番組の感想をハッシュタグカタカナでレコメンと、ハッシュタグアイドルもお茶も緑をつけて投稿してくれたリスナーの中から抽選で、田村ほのちゃん、そして私菅井優香、それぞれのサイン入りオリジナルイエモンボトルをプレゼントします。超レアですからね。そのためだけですね。ぜひともゲットしていただきたいと思います。はい、さあそしてですね、CM の後はキンキッズどんなもんやでございますね。今夜は小石さんが登場いたします。それでは文化放送レコメン、ラスト1時までよろしくお願いします。小石さんありがとうございました。焼肉の話してましたけど食べたくなっちゃいましたね。同じこと考える焼肉の締めといえば何ですか菅井さん。アイスとあったかいお茶が。ああ、なるほどね。ほのちゃんは締めって、じゃああれ肉、あの麺とかライスとかいかないんだ。行かないです。あの冷麺好きですけど、食べるときで食べないときがあるので、うん、あ、そう、俺必ずライス散々食った後に半ライスね、最後半ライス、半分にするんですね。ほのちゃんは。私もでもアイスもあるんですけど、でもやっぱここは家もん。やっぱそりゃそう。ありがとうございますっていうね。さあ、というわけで焼肉だけすげえ食べたくなっちゃいましたね。これ参ったな。さあ、それじゃあ、ここで1曲いきましょうかね。それでは、金瀬さん曲紹介お願いします。ラッキーキリマンジャラさんでエモメの夏。お天気のりと欅坂46菅井優香と欅坂46田村ほのが生放送でお届け中、イエモンプレゼンツレコメン緑に染まるスペシャル。文化放送から生放送でお届けをしておりますレコメン。さあ、これですね、4月にリニューアルしたサントリー緑茶イエモンをご紹介したいと思います。うん、はい。2004年の発売以来、幅広いお客様から高い評価をいただいているサントリー緑茶イエモンですが、はい、新しくなったイエモンはどこが変わったでしょうかっていう。さあ、はい、チクタクチクタクチクタク、 CM でもおなじみのチクタクを生でありがとうございます。もう自分から呼ばれちゃいましたね。ちょっと、ね、こう言われたらもう出たくなっちゃう。じゃあしばらく考えましょうか。じゃあ菅井さんお願いします。チクタク。